します。2度目のリセットボタンを押してください。先ほどお話ししましたが、次の各ゲーム、終了前投球が終了してからレイドを行います。ただしリングは2ボックスは終了時点で移動していただいて結構です。それでは第36回六甲クイーンズオープントーナメント予選前半スタートいたします。はい、皆様おはようございます。おはようございます。本日はですね、第36回六甲クイーンズオープントーナメント、本日明日ですね、はい、神戸六甲ボール様で開催ということで、本日の、実況解説を、プロボーラーの本田博明と、平岡優斗が行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。もう早速ですね、はい、ライブチャットの方も500名を超えて、いや皆さんもう始まる前からもう100名以上が待機されてたような状態でしたから、もう非常にね、皆さん楽しみに。そうですね、もう本当もう、ね、僕たちは男子プロなんで、はい、まあまああれですけど、やっぱそれでもこうなんか待ちに待った、そうですね、コロナ明けのね公式戦の開催ということで、はい、まあ多分参加選手はより一層そういう気持ちが強いんじゃないかなと思いますね。うん、そうですね、はい、はい、一応本日ですね、まあこのメインカメラの方は、皆さんも、ご視聴いただいていると思いますけども、19番レーン、20番レーン、そして21番レーン、22番レーン、はい、こちらがですねメインカメラとなっております。で、なんと今回ですね、ちょっと移動できるカメラもそうなんです、ありますので、例えば9コールが、出たりとか、はい、ちょっとね皆様のねご要望でね、こう全員を皆様のご要望全員を行くことはできないかもしれないですけど ね、本当にでありますけども、はい、まあちょっと今までにない形でもですねやっていければなと思います。はい、そしてまあ早速メイン、カメラで、入られてますとこちょっと選手ね、案内しておきましょう。19番レーン20番レーンが、亀井智美プロ、そして高田幸子プロ、庭井ゆかりプロ、望月理恵プロ、そして森早苗プロ、はい、そして、21番レーン22番レーンが、川上美希プロ、岩見綾乃プロ、そして小林芳美プロ、坂本しおりプロ、鶴井花美プロ、以上10名のプロがメインカメラの、ボックスにて投球しております。はい、1ゲーム目から早速一番注目のプロと言っても過言じゃないんでしょうか。そうですね、この神戸ロコボールの、所属ホストプロ、そうですね、高田幸子プロが、はい、1ゲーム目が私たちの目の前で投球されてますけども、いやもうあの1フレー絶対緊張するという方におっしゃってたんですけども、見事ストライクのスタートで素晴らしい。1フレ僕だったら絶対親指抜けずに360残ってますね。やっちゃうよね。やっちゃいますよ。いやね、昨日が前日練習でね、はい、一昨日水曜日にですね、私と、平岡プロの方も、はい、ちょっと両方のね YouTube チャンネルの方でライブ配信させていただいて、投球をさせていただいたんですけども、大会コンディション、はい、まあ、ひっちゃかめっちゃかね。もう本当ね、ちょっと逆に女子プロの方にとってはもう迷惑やったんじゃないかと思っちゃってるぐらい ね、もうレーンをもしかしたらね勘違いされちゃうかもしれないってぐらいの配信でしたけども、まあまあね、このコンディションを、この女子プロボーラーの選手の皆様がどういうふうに攻略されていくのか、そうですね、楽しみにやっていきたいと思いますけども、はい、まあ、コメントももう600人、いやすごいですね、すいませんね、なんかちょっと皆さんのコメントちょっと全てを拾えないかもしれませんが、はい、皆様おはようございますというところでですねご挨拶いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ちょっとねスコア画面が遠かったりとかありますけども、よろしくお願いしますという本田プロ、平岡プロ、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、ゆうとプロ、姫路プロ、チェックよろしくと。あ、小川さん、かしこまりました。ね、移動式があるので、まあ、できる限りね、本当に、そうですね、追っかけたいと思いますし、うん、
特にビッグゲームが出そうなところに行ってみたりだとか、ね、そういったのもいろいろやってみたいと思います。そうですね。さあここで高田プロがもうダブルスタート、いやー素晴らしいですね。いいですよ。まあね、今回のコンディションが、43フィート、はい、まあ、正直ね、あの、うん、形を見た時には、はい、まあ、やっぱ結構ハイアベレージそうですね、かなりの打ち合いになると予想しましたよね。しましたね、はい。まあ、特に僕もね、ちょっと自分のセンターでこう引いて投げさせていただいたんですけど、はい、いや打ち合いだろうと。そうですね。ただ今回はちょっとオイルの種類が、はい、カーブという。そうなんですよね、オイルレーンの上にね塗られるオイルって本当今実は何種類もあるんですよね。すごい種類がね、はい、あって、まあもうこの数年前、もうでもこの 4,5 年ですよね。そうですね、ちょっと増えたのがね。そうですね、うん、でこう今までのオイルの概念が変わってきてて、はい、すごく粘度が高い、はい、でまあ、それでねこんな感じ方が違うんだと、うん、本当にオイル一つで同じコンディションを引いても別のレーンになってしまう。それが、ね、そうですよね、オイルの違い。今すごくねもうボールも違う、もう進化してきてオイルも進化してきてと。そうですね、変わってきてますね。でね、このこうコンディション表見るだけじゃ僕正直そう感じなかったんですけど、外がね抜けちゃうとこがあるんですよ。そうなんです、特にこのスタートゲーム1ゲーム2ゲームあたりは外ね抜けちゃうようなイメージを持ってるんで。そうですね、なんかちょっとこう見渡してみても。そうですね、今も17番でワッシャーが残ってたりで、ボックスでもう 1,2 個もスプリットマークがねついているところがもうポンポンポンと出てきているんで。あ、今鶴井プロもねサウスポーなんですけどノーヘッドをしてしまいましたね。そうですよね、結局あのねノーヘッドがあると出しちゃいけないと思って、はい、そうですね、ちょっと投げ方がおかしくなって次例えば360とかやっぱ割れるとかね、はい、そういうのがこうあるので、まあねこうそこをどう攻略できるのかっていうところですね、はい。あ、早速スパチャイト、あ、リボンママさんありがとうございます。ホンダプロ言うところお願いいたします。ありがとうございます。嬉しいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、なので予想としては打ち合いと予想してたところが、はい、案外結構ねみんな難しく感じてんじゃないかなと。まあでも注目の高田プロ、これ3つ目ターキー出ますかね。そうですよ、ターキー目かなりアウトサイドを投げてますね。うわ、抜けちゃう。この辺りがこの実際コンディションの表だけ見ると曲がるんじゃないかなって思うんですけど、今みたいな抜け方をしてしまう。そうですね、これが朝一の難しさでもあるかもしれませんね。まあ、昨日のね、前日練習も、はい、なんていうかな、PCR 検査の関係もあって、はい、こうシフトでね分けられてて、はい、まあ、ただね僕もあの平子プロも全シフトの練習投球は一応拝見させていただいて、はい、来たんですけど。そうですね、やっぱね正直な僕の感想を言うと、はい、楽そうに投げてる人が、はい、ほとんどいなかった。うん、もうあの僕もそう見てたんですけど、やっぱ表面加工なんかもされてる方めちゃめちゃいましたね。やっぱ曲がらないと思って荒くしちゃうとかするとか、そうですね、なんか工夫を皆さんずっと試行錯誤してるなって感じはしましたね。だからそのまあ、結構ねバッて行く人って結構なんかもうノーリスクというか、はい、右に行っても内に行っても大丈夫っていう人がいるけど、多分ほとんどの選手が、はい、何かしらのリスクを負って投げてる。そうですね、感じはありますね。やっぱり外が戻らないってねコメントもいただいてますけど、本当にこのアウトサイド意外と曲がらない、抜けちゃうところがあるっていうのを皆さん見ていただきながら。そうですね、でやっぱりまあ、今コメントもいただきましたけど、やっぱこう気合がね、はい、やっぱ入りすぎててっていうのもやっぱあるんだろうなと。そうですね、やっぱ久々の試合だしっていうのもあるし、はい、こう無観客の中でこういうね中継を通して皆さんにこうね、はい、いいプレーを見せたいっていうところと。そうですね、やっぱりね三里プロは中継レーン来るかな。三浦三里プロはね4ゲーム目ですね、4ゲーム目に19番20番レーンに来るので。はい、そうですね、楽しみにしててくださいね。まあこういうようなコメントもできる限り拾ってお返事させていただきたいと思いますね。どんどんコメントの方もくださいね皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。あ、でも本当に周りを見渡しても
ダブルターキーって少ないですね。ダブル出ててもターキーがやっとで一つ割れてしまうとかですよね。まあこの出だしもうここはもうでも切り替えるしかないよね。そうですね、こうなるとね、もうはい、朝一無理してね、まあ、打ちに行こうともせず、そうそう、スタートぶっ飛ばすよりはやっぱりまず怪我しないようにね、はい、しっかりその辺のこうゲームメイクもね、そうですね、いければと思いますが、そうですね、中から攻めてる。まあでもどうなんだろうな。でも今望月プロもね、まあ、望月プロって少し女子の中では中目からボールを膨らますライン取りをしますけど、やっぱり今みたいに抜けてしまうところがあるんだよね。そうですね、今ボールもそうですね、あれはフィジックスかな、ちょっとね、ストロングバイト BG かな、ちょっと強めのボールなんですけど、強めのボールを投げてても今みたいにね抜けてしまう。そうですよね。まあ、注目選手、まあ、注目選手はやはり、まあ、まずは昨年ディフェンディングチャンピオンの寺下千佳プロ、そうですね、そうですね、と、まあ、やっぱり、もう女王姫路うららプロ、はい、そして松永ひろみプロ、はい、もうこの辺りの、上位常連のメンバーが、どういうスコアメイクをしてくるかっていうのは僕も個人的にはすごく注目をしておりますね。そうですね。そんな寺下プロは今どこにいるのかな。寺下プロ今ね7番8番かなり左の方なんですね、なので同じように先ほどの三浦美里プロと同じボックスですの で, です、ね、4ゲーム目、はい、来られますね。3ゲーム終わってどれぐらいの点数になってるのかって楽しみですね。そうですね。直毛直球さん、ホンダプロとっても真面目ですねいつもどういうイメージを持たれてるんでしょうね、まあ、YouTube の、ね、チャンネルも私たちやらせていただいてますけども、ね、まあ徐々に楽しくなってきますので皆さん、ちょっとね、はい、徐々に期待していただければと思いますが、そうですね、ちょっと私たちもまだちょっと緊張というかね、ありますね、やっぱりね、あのね、はい、普段こう何 T シャツとかでやってるところ、やっぱ今日もしっかりスーツでね、ちょっとね、皆さん決めてきましたよ、今日は整っておりますので、はい、コメントも整えながらですねやっていきたいと思います。もう2ゲームぐらい経ったらもうはっちゃけてるかもしれませんけどね、はい、さあ、望月プロ、ああ今度はこれここなのよ。だから結局ノーヘッドでちょっとね出し幅を抑えようとすると刺さっちゃって割れる。そうですね。もうこの中継レーン、ね、やっぱりスプリットが目立ってますね。でまあ、その中で佐藤正美プロが見えてる中じゃ唯一のフォース。そうですね。この隣の18番レーンの方で。そうですね。投げてる唯一のフォースですね。でまあ、今女子プロの中では女子プロボーラーの中では一番曲がるかもしれない坂本佳也プロもダボの旧スペからのダボ、はい、ということで、まあでもね見た感じやっぱ坂本佳也プロもかなり強いボールをね、はい、あなるほど、うん、使ってすごいこうここから見ても曇ってるのがもうすぐ分かるぐらいのボールを、でも結構ね外目をね、さっきカヤプロの割には外目をタイトに投げてるような風に見えますね。今日マジで実況、綺麗な実況させていただいてますね。でも本当ね、私たちのチャンネルね、いつも見てくださる方も今こうしてコメントもいただいたりね、本当に嬉しいですね。そうなんですよ、ありがとうございます本当。もう間もなく900人、もうあっという間に1000名いけるかもしれないですね。すごいですね、本当に。まあ、このね、六国インズオープントーナメントは、はい、本日、明日と、2日間にわたって開催されまして、はい、そして、11日の日曜日には、はい、皆様のね、クラウドファンディングのご協力によって、開催が決定しました、クリスタルカップ、はい、まあ、こちらのクリスタルカップはですね、私どもも、ゆとゆこチャンネル、そして本田チャンネルでもライブ配信の予定ですので、はい、そちらも楽しみにご期待いただければと思いますが、ああわー、佐藤正美プロ、フィーフース、ナイスストライク。さすがですね。結構ね、あれ、何なんだろうな、赤いボール、赤いボール、ちょっとね、はい、YouTuber なんでね、電子機器もね、そうですね、うまく使いながら、はい、ちょっとね、まあ、同じ私、ABS 様の、用品契約させていただいてますんで、うんうんうん、ちょっとまずは、ここまではいかないかな。佐藤正美プロ赤いボール、あ、多分ムーブメント、初代ムーブメントをちょっとこう曇らせてるんですね、うん、サンニングしてる感じでしょうね。
まあ、やっぱりサンディングする方が多いってことはオイルをしっかりね感じてるんでしょうね。感じるのと止めたいのか、まあ、もしかするとやっぱ光玉だとこう進み方はいいけど、うん、暴れる、うん、だからやっぱさっきの見てても、はい、いい収まり方をしてていい飛び方をしているから、うん、まあ本人は多分ほ、まあ、投げ方投げた後のアクション見てると、はい、まだやっぱそうやっぱ両方にリスクを感じて投げてる感じは見えるけども、でもその中をやっぱうまく投げれてる感じですね。まあここで小久保美樹隣のレーンだと小久保美樹プロもダブルからのスペアダブルですね、はい、さあしかしねやっぱね苦しむ人はまだ苦しんでますね。そうですね、うん、さあ今21番小林芳美プロを4番ピン、4番このね4番を良しとするかノーとするかっていうのも結構変わってくるよね。そうですね、それで次の構成っていうのがねやっぱりもう考えられてると思うんで、そう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 、さあ目の前では庭井ゆかりプロの6フレーム目ダブルがかかっております。スタートで8枚9枚ぐらいをまっすぐに、ああいい感じですね。いいですね、でナイスストライク、これでダブルノーミスでダブルですからね。いいですね、こういう入りができるといいですよね。そうですね、やっぱりこうストライクが続かないときにスペアでこうしっかりつなぐというかね、うん、まあ、僕の YouTube 見てる方はそんなことお前してねえじゃねえかと言われるかもしれませんがまあまあまあ、まあ、俺といえばストライクだって ね、うん、試合はそうではいけないんですけどもね、まあまあね、そうですね、はい、岩見プロナイスか、岩見プロに対するコメントもちょっと多いですね。岩見プロもね YouTube もやられてますね。そうですね、されてますからね、はい、さあその岩見プロは今から22番レーンでこちらも、はい、ダブルがかかっております。おかなりもう3枚目ぐらいですかね。あでも刺さっちゃうね、まあまあまあっていう、まあまあまあと割れなくてよかった。お佐藤プロ6発目きました。いやねちょっと後ろから見てると、はい、いや刺さるでしょ今のっていうところがポケットと収まってるんだよね。やっぱりあれ表面加工されてるのはすごく大きいのかなと。そうですね、でまあやっぱムーブメントというボールそのものも、はい、こうやっぱ切れるっていう感じのボールではないので、あなるほど、ね、まあ、それもこう重なってっていうところあるでしょうね。さあ坂本プロも今裏でストライクで、ここのボックスラウンド1が3人多いですね。私もラウンドワン所属なので応援したいね。応援したいですよ。その隣23番レーンにも実はオネアイプロがいる。おお。ラウンドワンの専属プロ4名が今並んでるんですよね。すごい、もうめちゃめちゃ応援したい。ラウンドワンね行かれてる方も多いと思うんでね。そうですね、ぜひ、自分のホームセンターのプロの、ね、方の応援もしていただければと思います。さあしかしやっぱりまだ選手の皆さんも表情はまだ硬い感じはありますね。そうですね、さあニワプロいい感じですね。ニワプロターキーナイス。ニワプロだけ少し中目、まあ、展望の近く8枚9枚10枚ぐらいをまっすぐ目に。そうですね、あれで収まってる間すごくいいですね。そうそうなんですよ。おさあ続いては森さないプロが19番レーンでの投球となります。森さないプロはまだねワンダボーノーミス、そうですね、いい入りができてますが、これがどうなんだろう、うん、おーナイスストライク。回転の軸的にもいいですよね、ちょっと縦目で。そうですね、でも表面もちょっと曇ったボール投げてて、実際自分が投げて思ったけどローテーションかかるとすごいことになるね。もう僕なんて横くる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 なんてもうねもう2人ともそうだったからね。まあ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 そうですね、はい、まあ、この回転のね方向なんかも皆さんとボールの柄とかで見えると思うので、まあ、このプロはこういう回転で投げてんだっていうのも見ながら、おね、でも鶴井プロ危なかったですよ。危ない、やっぱあのキレもすごいんですね朝一はね、やっぱりそうですね、怖い。さあ亀井智美プロもいい、もう8枚、7枚、8枚ぐらい。さあ亀井プロも、ダブル、まあ、うん、スプリットがあってワンオープンありますけども、はい、そこからもう一度ダブル、スペアストライクと、そうですね、いい流れですね。さあここのボックスで一番苦しいのはやっぱ望月プロ。そうですね、一つやっぱり中に入りすぎると、おー惜しい、わー揺れたー。いやーこれ六甲さんのピンね、今配信見てる方も気づいてるかと思うんですけど、ピンの音がすごく綺麗なんですよね。これ
こんな綺麗なセンターなかなかないと。ねえ、まあ、実際ね、こうボーリング場の支配人さんにお話を聞くと、今使用されているピンが実稼働が約2週間程度だと。めちゃめちゃ生まれたてほやほやです。もう元気ですよと、ね、まあ、当然新しい瓶になると、はい、そこもしっかりしてるん で、ね、ちょっと触れたぐらいじゃやっぱ倒れづらいっていうのもあるんですよね。まあまあこのあたりが。さあそして、森さないプロ、ダブルをかけて先ほど左のレーンはいい感じの、ね、ストライクでしたね。そうですね、ここでね変にこうダブルをこう追っかけすぎないようにいけるといいんですが、どうでしょうか。少し外に出たらやっぱりちょっと帰りが甘いんですけどね、うん、まあでもあれぐらいだったらまあまあね怪我はしないかな、うん、でしょう ね、 ね。さあ川上君もナイススペア、まあダッチマンですけど、まあ、1ゲーム目の入りにしてはね、そうですね、これぐらいの入りが一番いいかなと、うん、いや本当にストライ頭からストライクをつけてんのが本当に佐藤正美プロ一人だけなんですよね。この周り10ボックス15ボックスぐらい見てもあの、ね、いないんですよね本当にね。コースまででもほとんどいない。そうですね、見えてる限りちょっとね端の方は見えないですけど、はい、さあ森さないプロはスペア、ね、どう狙う。2番8番ね、これもいやらしいピンですからね。そう、特に、ね、外がね抜けちゃうと思ったけど2番8番難しいよね。そうですね、抜けると思って引っ張ってね2番ピンの左に行って後ろ残るっていうね。そう、あ、今プロいいストライク出ましたね。おあ、さあ2番プロここは、まあ、いい感じですね。ああもうこれはホース、うん、全部行きたいぐらいのライン取りでしたね。すごい、あの多分まあ本人はそうでもないのかもしれないけど、はい、後ろから見ていると丹羽プロって、うん、リラックス感がすごいすごいですね。あのリリースの柔らかさとか、まあまあ、全体的に、ね、リラックスされてるんですけど、うん、あの柔らかいリリースは真似できないですね。そうですね、なんかすごいこうリラックスが見える。さあそしてちょっと隣ですけどね、佐藤正美プロの7フレーム目は、10番ピンでしたね、うん、まあまあでももうよしでしょうね全然。いやそうですよね、うん、最高のスタートですよ。そうですね。さあ望月プロがちょっと ね一つでもダブルでミスを消したいところですけども、そうですね、少し外に戻ったんじゃないですかね、達成的に。そうですね、あかなり戻りましたね。さあこれが8枚ぐらいから、あただやっぱ暴れちゃうな。まあ、あの今投げてるのはおそらくストロングバイト BG なんですけど、はいはい、コアが非常に強いボールになるんで、はい、もうストームの中でも一番強い具合のコアなので、やっぱりアグレッシブさというか先の動きもねかなり大きく出てますね。そうですね、まあね、こういうところでこうスペアを拾ってメンタルを維持するっていうのがね、さあちょっとご質問がいただきます。新しいピンは倒れにくいとのことですが、うん、ラッキーで倒れてくれる古いピンと音がいい新しいピンで、お二人はどちらが好みですか。あ、好み、選手としては倒れてくれる方が、まあ、間違いなくいいんです。でも、まあ、本当にねちょっとマイクを通してのこのピンの音なので、はい、あれなんですけど、ちょっとかしこまっていうのもマジで気持ちいい。マジで気持ちいいですね。もうね、マジで気持ちいい。これね、まあセンターによってやっぱり天井の高さであったり音の響き方ももちろん違うのはあるんですけど、なぜここのやっぱり試合人さんもね、ローポの試合人さんもこれここにこだわってるっていうのもね。できればねちょっとインタビューさせていただければ、すごい本当にね大会にかける思いとかっていうのが人一倍強い社員の方なんで、はい、そうですね、うん、さあね望月プロ、うん、ね、望月プロ頑張ってくださいってねコメントも、そうですね、読んで、いや川添さん、G2 コア、そうなんですよ、バイトシリーズ、ストームの一番強いコアなんですよね。強いコアですよね。これと表面と、またレーンとのマッチングがうまくいかないと、やっぱり難しく感じたりもしますけど、ニアプロ、うわー、完璧ですね、あの柔らかさ、そして戻ってくる時の表情で、ちょっと読めない、いや気持ちが。
ニアプロもね、今女子の第一シードで、ね、そうですよね、活躍されてますからね。素晴らしい。はい、ムループのないカットですね。さあ、そして小林芳美プロが22番連で投球。これが来れば200ペースに。おー、いいですね。ナイスダブル。いい感じですね。はい。さあ、鶴井プロがまた複雑なスプリットが出ております。4本スプリットですよ。僕たちよく残りますけど、女子ではなかなか僕たちよく残すってどういうことやったんですけど。まあでもね、ストライクの後で良かったですね。カウントダウンはないですからね。これで結局こう周り見ても悩んじゃうのが、はい、抜けて割れてるのも多いし、はい、刺さって割れてるのも多いから。そうですね。おね、なんかどっちに合わせたらいいのってなっちゃうね。多分みんなが抜けてればね。そうそうそう、あこうなんだってなるけど、わあ、佐藤プロも6発来たんですけど、まあ、4番9番ちょっと割れちゃいました ね、 ね、左の17番レーンで投球しましたけども、惜しいな。さあ、川上美樹プロ21番レーン、今ダッチマンなんですよね。左のレーンストライクが出てなくて、最後の左のレーン9フレーム目、どう来るか。さあ、あこのスタートからね、まあ、練習ボールの出来方もあるのかもしれないですけど、左右の違いを感じたりとか。そうですね。ましてや甲子園ダボれてないと同じレーンなのに違うように感じてしまったりね。そのあたりも選手心理っていうのもね、ありますよね。複雑ですよね。でもね、最近俺自分でよくやるのがさ、あの自分の YouTube とかで結構こうヨーロッパでね、はい、1レーンだけで撮影することが多いんですけど、それでもダッチマンやることがあるからね。わかりますそれ、なんかね、なんでしょうね、何なんだろうなと思ってね。不思議ですよね、人間の心理ってね。さあ、ニアプロがすごいとね、いいライン取れてますよね。そうです。さあ、モッチーさんね、望月プロ、なんとかもうね、でも、もう選手目線で言うと、もう割り切った方がいいよね、もうそうですね、もうこのゲーム、まあ、その、まあ、望月さんに対してこう言うわけではないけども、もうこういうゲームやっちゃった時に、あ、やばいやばいってなってても、あもうそうですね、どつぼにはまっちゃうというかね、はい、まあ、もう忘れて。まあ、まだ言えば予選10ゲームありますから。そうですね。もうしかも今日1日でね、10ゲーム投げ切ってしまうので。だから、まあその自分とかは、はい、そのなんだっけ、こういう風になってる原因、例えば自分がしっかり投げてて、ラインとかボールが間違ってこうなっちゃったのか、ラインボール当てるけど自分が悪いのかでもやっぱメンタルの、自分がしっかり投げれてれば、はい、まあいいやと。そうですね。まあまあどうにかまだ修正可能だと。自分がダメな時にももう、もうこのゲームしょうがない、はい、まずこのゲームの中でしっかり自分を修正しようとかっていう考えでね、まあもうまだまだ本当に残りまだ9ゲームあるっていう気持ちの切り替えでね。そうですね、頑張ってもらえればと思います。まあましてはこれね、ちょっと逆にここで切り、もうこの場面で切り替えれば点フレパンチアウトでね、まあなるべく怪我が少ない状況で終われる可能性もまだまだありますので。そうですね、まああのボールをね変えるのも一つですし。そうですね、メンタルの切り替えだけでも違いますからね。そうですね。さあ、小林芳美プロは点フレ3つ目が来ましたね。あー、これでもう210ペースまで来ましたね。いいですね。亀井プロは点ピン、点ピンですね。点ピン苦しんでますね。さあ、芳美プロは点フレ2投目。まあでも211点で、そうですね、ね、スタートで試合は全然。さあ、そして横のね、23、24では大根愛プロが220、そして本間ゆかりプロが238と。いや、気づけば皆さん220、230打ってるんですね。方もね、出てますね。やっぱ最初、まあ、緊張っていうか、まあ、緊張なり力みなりの影響が結構大きかったのかな。大根愛プロも結局8フレームからフォースで220まで持ってきてますからね。そうですね。吉見プロも8フレからターキーの210、ゲーム後半にしっかりと皆さんがアジャスティングできてるような、そうですね、落ち着いてきたのがね、あるんでしょうね。さあ、でね、まもなく1ゲーム目終了しますけども、はい、まあ、今回、
コロナ感染予防対策としてですね、あのレイン移動が、全連がゲーム終了して一斉に移動をかけると、そうですね、で移動がですね、まあ、39番40番まで使用してますけども、まあ、左にこう3番4番に移動、大きく移動になるので、39番40番での選手のみはゲームが終了次第移動をするという形ですので、まあ、スタートは一斉ではないんですけども、ゲーム終了から移動は一斉で、やるという形になっておりますので、ちょっとね今までのこう通常開催よりもあのゲーム感がちょっと空くかもしれませんが、ちょっとそこ皆さんね、視聴の皆様ご視聴いただければと思いますが、コメント見ずに喋ってるともう1168名、皆様改めましておはようございます。ありがとうございます。まあ、本日はね、第36回ロコクイーンズオープントーナメント、女子の公式戦ですね、兵庫県、神戸市にあります神戸六甲ボール様よりライブ配信にて、実況解説を行っております。今ちょうど1ゲーム目がね、もう大体のボックスが終わりつつありますけども、さてさて、さあコーダプロ、ニアプロも230、さあコーダプロ、テンフレに止め、あ、えらい中に寄ったんですよ ね、スタートから比べると。あ、4番さあスタートはもう5枚目とかね、かなり外を投げてましたけども、やっぱりレーンの変化っていうのも早く感じてるのかもしれませんね。そうですね。さあ持ち作りを、ここはもう気持ちを切り替えていってほしいですね。そうですね、もうなんとか次のゲームに、はい、この後につながるように。そうですね、てくれ、どうや、おお、惜しい、うん、でもさっきまでずっとね厚め、うんうん、厚めに行ってたのが やや薄めの天気っていうことなん で、ここからですね巻き返しをしてほしいですね。そうですそうです。逆にねもうなんかここをういう展開になっちゃうと、うん、もう守りじゃなくてもう攻めっぱなしで行くしかないっていう気持ちの、はい、そうですね、もう決まるからね。さあコーダプロもスペア200ですね。まあ、ここはねしっかり、まあ、3ですけどちょっとカウントをしっかり守りながらね。いや3だけどさ、はい、6本したら199になるわけでしょ。そうですね、ありえるからね、ちょっとこのコンディションありえるし、万が一そうなった時のちょっとメンタルもやっぱ変わりますからね。そうそうそう、やっぱ203なのか。あー、望月ブロスペアミス。もうでも、もうここまで来たらもうあとはね、うん、まあ、切り替えて頑張ってもらう、ね、もらいたいですね。はい、さあさあ、ここでですね、まもなく終了はしますが、2ゲーム目ですね、2ゲーム目は、2ゲーム入ってから、全部終わってからね、ご案内しましょうか ね。さあ、そして皆さん、まあ、たくさんのコメントで、すみませんね、あんま拾えなくてごめんなさい。ホストプロ、コーダプロ、頑張ってくださいと。頑張ってほしいです ね。1ゲーム201点、ノーミスでのスタートでしたね。そうですね。さあ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 、まあ、今回ね、こういう画面見えてるんですよね、皆さんにね、あのフェイスシールドっていうのか、マウスシールドといえばいいのか、これちょっと中ね、混ざってるようなね、そう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 、ちょっとね、マスクじゃ音声がね、ということで、はい、ただ、飲み物飲めないと、ちょっとあの、こうやってね、こっそりやりたいと、ね、こっそりというかね、濡れないようにやりたいと思うんですけど。まあ、選手の方もね、そのマスクをしながら投球する選手、外す選手、まあ、今回はね、その義務付けられてはないので、ないので、ね、個人の意思で、着用するかしないかというのは決定できますので、はい、選手もね、昨日から全員が検査をね、行って、そうですね、無事、陽性者なしでですね、はい、全員、大会に参加するとそうです、ね、いうことになりました。佐藤プロもちょっと逆に後半が伸び悩んだ感じですね。いやでも1ゲーム230スタートは、ね、十分ですよ、この展開からするとですね。先ほど右の方で坂本佳代プロも今スコア消えちゃったんですけど、240アップされてましたさすがですよね、今年の北小金の、ね、チャンピオンでございますけど、まあ、でも奥の方を見ても結構あのこのロッコさんのスコア表示で、まあ、スコアが黄色になっていれば200アップなんですけども、黄色になっているのが結構 見られますね。いますね。なんかちょっと後半まとめきったなっていう感じの展開ですかね。
さあもう1ゲーム目終了しておりますが、はい、全ボックスがゲーム終了してレーン移動に入ると、うん、で、39番40番右端のレーンの選手のみは終了次第、はい、どんどん移動をかけるとそうですねいうような状況になります。あ、スカチャがスカチャのおじさんワインユートピーワイン飲みながらやってねいいですかそんなことして。僕ここでとりあえずコルクの恒例のあれをやりながらですねシュポンとか言っちゃうからねシュポンって言わないのが僕なんですけどね、はい、真ん中でポキって折れちゃうんで俺見たそれやばいんですよもう下手くそすぎてもうありがとうございますありがとうございます。さあ1178名のご視聴者、まあ、しかもまだ平日ですからね、まあ、金曜日の何今11時半皆さんお仕事されてる方もねいらっしゃるたくさんいらっしゃると思うんですけどさあ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 皆さんねコメント本当たくさんのコメントありがとうございます。カヤプロはね240アップされてますよ。214ではなく240アップでした。ちょっと最後の240何点か分かんなかったですけど240アップでした。そうですね、200カウントが4だ4かなんかそんな感じで244かもしれないですね、はい、もしかしたらトップかもしれませんね。ちょっとね橋の方が分かんないですけど、うん、ちょっと柱手に見えなかったりするのもあるんであれなんですけどトップかもしれないな。まあでもなかなか女子のトーナメントでも1ゲーム目240でトップってないですよね。大概260、70っていうのが絶対出てくる。やっぱそうですね。やっぱ練習ボールしてるねレーンでもあるからですね。いやー元橋プロは何点ですか。元橋プロは今どこにいるのかな。ちょっと見えなかったですね近くには。そうですね元橋プロは元橋プロはねどこなんやろか。元橋プロあいやいやもう次のゲーム入ってこられますね。あ本当や全然そこ見えてなかったですね、うん、あ今スコアが出てます。元橋プロ166のスタート。おー元橋プロもね去年あの第1シードに入られてますから。そうですね今年の第1シードプロですからね、うん、このゲームは挽回を、ね、期待して見守りたいと思いますけども。ちょっと飲み物飲みます。はい、サイアントニオさん、ユーコプロはどうかな。それね、僕も非常に気になる。ユーコプロはね、今日1番左、3番、4番レーンからスタートしているのでちょっと全くスコアがね、見えなかったですけど速報を待ちたいと思います。はい、今1ゲーム終了のアナウンスが入りましたので選手はここからレーン移動に入ります。逆にね、あの望月プロとかはね、はい、このいつもより間が空くこの時間をね、うまく使ったりしてほしいね。いいですね、こういうのね、プラスに全て捉えてですね。そうですね。さあ、多分ですね、速報は、入ってくると思います。まあ、本日の無観客試合で95名で10ゲーム投球し、上位32名を準決勝に選出しますと。はい。いうことで32名の32位のスコア。そうですね。1ゲーム。いや僕らは僕センターで投げた時は、はい、ボーダー120点ぐらいだと思ってたんだけど。そうですね。僕もそれぐらいの想定ですね。多分そこまでいかないかな。これ1ゲーム目だけでも多分205、6点ぐらいじゃないですか。もうちょっとさすがにでも210点ぐらい。でも210アベで100点でしょう。いかないですね。130のここから行ききれないかな。でね、私も解説実況と言いながら、女子プロのみの公式戦の観戦っていうのは実は初めてね、はい、そうなんですね。正直ちょっとねレーンの変化が、まあはい、まあ昨日とか、まあ、結構あのお話をさせていただいた中で、まあ、すごいこうオイルの対比が、はい、大きくなるんですっていうのはもう結構多くの方が言われてたんで、はい、まあ、いわゆるまあパックンツーというかね、うんうん、よく言われますね。中が速くて外はすごい曲がりすぎるぐらいのなんですけども、はい、まあ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 でもそれを加味してもしかすると80点ぐらいがボーダーぐらいなのかな。80点というと208アベ、はい、80点ぐらいがボーダーラインと考えてるとですよね。まあ、選手もねやっぱそのあたりも1ゲーム目が終わってボーダーを聞いてどういうような、ねうね、想定組み立てをしていくかというのも2ゲーム目からはね変わってきます。ちなみにねこれ去年のね、はい、このクイーンズの、はい、
予選通過カットライン、まあ、去年はね32枚、一緒ですね、32枚の通過ラインがプラス103点なんですね、うん、ということはでも今年でも去年の見るとですよ、去年の見るとやっぱ結構ねスタートにやっぱ27スタートから いるんですよ。そうなんですよ、279、267、279で100点でしょ、はい、279がもうスタートで2人おったんで、そういう意味では今年は少し ね点数が低いかもしれません。さあもう2ゲーム目スタートしてきますけれども、2ゲーム目、選手紹介させていただきましょう、19番年20番年からですね、川門光代プロ、大坪夏美プロ、加古プロ、本橋プロ、本橋弓、山田プロ、そして松尾プロ、国保プロ、川崎プロ、ごめんなさいね、19番20番年がカモンプロ、大坪プロ、加古プロ、本橋プロ、山田プロ、そして21番22番が松尾プロ、国保プロ、そして川崎プロ、佐藤プロ、白石プロと、はい、以上が10名がまたメインカメラとなっております。先ほどね佐藤雅美プロ235のスタートということで、そうですね、まあ、上位のスタートですねこれも、まあパッと見る限り、はい、やっぱ230点220点のところで、まあ、240点、藤田舞プロが240点で、そうですね、左の18番レーンで今投球をしてますけども、やっぱ250が見当たらないから、見当たらないですね、まあ、そのあたりがやっぱ上3名4名ぐらいになってくるんで、まあ注目の寺下プロもちょっとスコア見えましたが179スタート、あーやっぱ苦しんでます ね、 苦しんでますね。小林歩美プロが1ゲーム235点というのが見えますね、うん、やっぱ230がちょこちょこといらっしゃるかなと。あの松尾聖火プロも1ゲーム148点とかなり苦しんだみたいですね。あらまあでも1フレー、ね、スペアでスタートして、はい、まあね、2ゲーム目から、まあ、もしそのメンタル的問題であれば、やっぱ落ち着いてくると思うので、はい、まあ、そのあたりがね、どういうふうにこう点数にまた影響を出してくるのかっていうのもね、ちょっと2ゲーム目もまた注目どころですけども、そうですね、特にこの移動した1フレとかもね、入り方も大事になってきますからね。そうですね。さあ、伊藤さん、望月も頑張って、ヘキプロも予選で120点台でも優勝しました。そう、そのことは、いつだったから、今年だったから、毎年ね、はい、1月に開催されてた、はい、宮崎で開催されてサンシャインフェスティバルで、はい、ヘキプロね、スタートが126点かな、でも結果的にね、優勝してるんですよね、そう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 、もうヘキプロってその1ゲームからそこで2ゲームの切り替えがすごく上手そうなイメージがありますけどね。そうですね、やっぱまあやっぱもうなんていうんですか、やっぱ皆さんもねよく言われるこうメンタルスポーツでもあるので、このメンタルの持っていき方ってやっぱ結構重要ですよね。ちょっと全然話変わるんやけどさ、はい、やっぱり今年からリスタイが禁止になったじゃないですか。あ、そうですね、だから、まあ、結構ね違和感なく見てたんですけど、確かに違和感なく見てましたね、はい、このやっぱ自粛期間で、うん、やっぱみんなそれなりにこう練習をされたのかなと。そうですね、正直ね、はい、なんかもっとこう女子プロイコールボールがあまり動かない、うん、からなんかこのコンディションでももしかしたらこう外からちょっと左向けるぐらいのラインの選手がぼちぼちいるのかなと思ったら、まあ、案外ね皆さん普通にボールを動かしてますね。確かに、うん、やっぱりそういう風にしていかないとって皆さんね、そうですね、練習を積まれてたんでしょうね。僕個人的にねやっぱりね、あれなんですよ、なんていうかな、素手の方がボール曲がるようになるんじゃないかと思ってる部分があるから、うん、まあ、もしかすると今後その女子プロのみの公式戦でもやっぱオイルの変化の仕方とかもちょっとこう状況が変わってくるかもしれないですよね。そうですね、確かに、うん、でもそういう意味ではルール変更、このコロナ、ね、期間があって、まあ、リスタイが今年からは禁止になり、そうですね、今年からはバランスホールが禁止になったりとか、そう、もうボーリング、プロボーリングの方でも、まあ、アマチュア界もそうなんですけど、かなりルール改正が ねされまして、まあ、その分道具の進化がすごいということですよ。そうですね、そこをいかに使いこなしていけるかっていうところも そうですね、技術の一つになってくるので、まあね、こうやっぱちょっとびっくりしたのが、はい、まあ、僕もこの機会にちょっとねゴルフをね、まあ、趣味程度で始めたんですけど、はい、まあ、そういうレッスンでレッスン、まあ、そこのレッスン、いわゆるレッスンプロと言われる方にね、お話を聞く、ゴルフのクラブって、はい、こうどれくらいの頻度で発売されてるんですかって言ったら、
っぱ 2,3 年ぐらい周期だと。なるほど。って言われた時にいやボーリングメーカーさんってすげえんだなと思って。そうですよね、毎月毎月10個ぐらい出てるわけでしょ、すごいですねそれ。確かにね。さあ、お二人の解説は300点スタートですよ。二人でジョクモンさん二人でっていうのがね、ジョクモンさん。いやでもまあまあ、あのまあ、ということは一人150点ということは、もう僕らもここからまたメンタル切り替えて。そうですね、はい、もうあと登るしかないからね、はいはい、頑張りたいと思いますよ。いやそしてね、今ラクシカさんもちょっとスコアの表情、変更していただいて、皆様がスコア、ね、はい、メインの19、20、そして21、20のスコアが見やすいように、ね、はい、表情を変えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、YouTube は始めたんでね、思うけどね、機材と技術がすごい。本当ですよねすごい、こういうのやってみるとやっぱ思いますよね。思います。これはすごい。さあ、みなまさ様、質問、今年のトーナメントの数でも例年通り来年のシード権決まる。いやこれはですね、もうすでに、通知はされてまして。そうですね、されてます ね2020年今年、はい、本年と、来年の、トーナメントツアーというのが、統合されますので、はい、来年の最終試合までは今年のトーナメントシードで、そうですね、いきます。で、はい、来年の最終試合終了後に2022年の、シード選手ランキングが決定をするという形になっております。いつもだったら男女の12月の全日本選手権が終わってシードが決まるんですけど、今年の全日本選手権が終わっても決まらずに来年の試合までポイントを持ち越していくと。そうなんです、いうことですね。そうなんですよ。なので実質2年間のポイントランキングを、そうですね、ということになりますよね。再来年のシードを決めるということになりますね、ええ、さあ、2ゲーム入ってきましたが、さあこの移動した10名でまだダブルは1振り振れでダブルは出てませんね。ですね、多分ねここから徐々にね差が出てくるんじゃないのかなと、ね、やっぱ気持ち切り替えてさあ行け行けってなる選手と、うんうん、あーってなる選手と、はい、ありがとうございます。さあそこの方が、あちょっとまだいましたけどちょっと1枚しかまだ来てないので。そうですね、はい、苦しんでる選手は苦しんでおります。そうですね、今ちょっと半分51位から下の速報だけ先に来たんですけど、そうですね、まあ先に多分場内アナウンスが入りますの で、 そ、 うです、ね、そちらを聞いてからですねこちらも速報をお流ししたいと思いますけども、はい、さあマイはい、はい、失礼しました、場内アナウンスでの成績発表というか中間成績の発表は、後半からということで、はい、前半5ゲームに関してはこちらの方で速報を、やっていきますが、1位がなんと来ました、女王姫路うららプロの245点。さあそして第2位が同じく、藤田舞プロの245点、はい、そして第3位が坂本佳代プロ244、そして第4位、坂倉ニーナプロ241、そして第5位が、ニワプロ、238、そして、第32位の、予選通過ラインが、進むひろみプロ、私と同じ九州から、参加されてますが200点ちょうど。いやー思ったより低いですね。そして第33位が、坂倉凛プロの同じく200点ちょうどと。ここまでが200アップ、ね、そうですね、さあここで注目どころで見ると、いかがなんでしょうかね。さあ、さあね、僕がとりあえず先に中谷プロを探したくてね探しようんですけど、ね、探して探して全然すぐに見つかった中谷優子プロ1ゲーム205点、205点、まあまあのスタートでしたね。まあ、そしてホストプロの高田プロもまあ、ね、201点ということで、まあ、高田上にはおられますね。いや200点、まあ、これが基準にね
なってくると思いますけど、そうですね、まあ、この200点っていうところ、まあ、プラマイ、まあこのボーリングね、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、はい、まあ、200点ベースでこう、うん、201だとプラス1とか、うん、199だとマイナス1とかっていう表現をするんですけども、ね、まあ、ここからプラスがどう伸び上がってくるか、はい、どのタイミングでポンポンポンと伸びてくるのかというところなんですよね、うん、まあ、はたまたこれが下がる時もありますからね。そうですね、1ゲーム目のボーダーがプラスだったのに2ゲーム目だったらマイナスになったみたいなこともありますから。そうですね。さあちょっと質問、クリスタルカップ観戦予定ですが、最寄り駅は JR 六甲道と言えばいいの、六甲道で、阪神電車の新座駅どちらの方が近いですか。正直ほとんど変わりません。あ、ただまあ細かく言えば新座駅の方が少し近いかな。私神戸ね出身なので、まあでもあの六甲道駅からもまっすぐ駅南口を出てまっすぐに真南に歩いて5分ぐらいです。真南にすぐに5分ぐらい歩いて六甲ボールさん見えますので、新座駅からは少し西の方へ歩いていただくのかな。まあ、六甲道駅からの方は本当にねまっすぐ降りてくるだけなので非常に分かりやすいです。うん、ほとんど変わりません。さあ、クリスタルカップの方はね、クラウドファンディングのご支援いただいた方は観戦の方がねできるということなので、ぜひねいただければと思うんですが、まあ、ただね、まあ、ちょっと順位の方にもう一回戻りますけど、はい、200点からね195ぐらいまで入れると60円までは185なんですよ。うん、ワンマークは、ね、15ピン差なんですよ。まあもうこれは分かんないよ、全く分かんないですね本当にね。まあまあまあ、まあ、1ゲーム目でそんな飛び抜けたみたいな方もいらっしゃいませんし。そうですね、まあこれがねどういう形になってくるのか。さあ、中継連の方に目をやってみますと、今国防ミキプロも2番10番、このレーンが変化してきてからの2番10番というのがね、やっぱりオイルというのは先にどんどん伸びていってきますし、先ほどすごくキレがあったところがキレがなくなってくるというのがね、そうですよね、一番感じる変化になってくるのかなとは思うんですけど、これでもそのねこの なんていうあのカーブというオイル、カーブ、はい、まあ、水曜日僕たち2人が投げた時は、うん、キャリーダウン、いわゆるオイルが伸びるという現象、はい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 、もう多分2人とも全く感じてなかったんですよね。僕たちは感じなかったんですね。全く逆の感じ方をしますよね。そう、削れてるばっかりでみたいな、でも女子の選手はそれをやっぱり先が伸びるっていう感じる方が多くて、はい、でももしかするとでもここがね大きく間違うとどうなんだろうと思うけども、はい、うんうんうん、その伸びてるんじゃなくて、はい、手前のブレイクダウン、うん、手前のオイルの削れでそこでちょっとボールもうね落ちた瞬間のボールが反応が起きて、はい、甘くなって先の動きが甘くなって伸びてるっていう風に感じちゃってるのかもしれない、うん、確かにそこ間違うと思ったら全く逆のアジャスティングをしてしまうので、もちろんうまくいけばねいいんですけど、そうなんですよね、やっぱりそこは今回非常に難易度が低そうで非常に難易度が高いコンディションになってますね。お、今川崎ウィープロいいピンアクションのストライクが出ましたね。そんなスポーツ背丈がないんだけど、うん、強い球投げますね。強いですね、もう思いっきりが良くて。さあ、川崎ウィープロも去年新人戦で、ね、タイトルを取られましたから ね、 そうですね。さあ、白石プロがサンフレの3オープン、ちょっとまずいですね。かなりボールを膨らませてますね。そうですね、白石プロもかなり女子の中ではボールを回せるタイプですもんね。お、そしてちょっとね、ポストプロ、コーダープロは2ゲーム目でちょっと多分落ち着かれたんでしょう。コーススタートですよ、素晴らしい。先ほどは201点スタートでこのゲーム、さあこのゲームちょっと追い上げるでしょうね。うわ、佐藤プロ苦しい今の7番ピンは。まあまあでもね、こうやっぱもうまだ上にいるの で、 そうです、ね、まあ、こういう時にあんまりこう攻めすぎずね、うんうん、やっぱやっていければなと思いますけども、コーダプロ今5発目完璧なストライクでしたね。すごい笑顔が
言ってます、もう皆さんにもこの笑顔を見てほしい、見せたかった ねちょっとやっぱ1ゲーム、ちょっと表情硬かったですからね。そうですね、うん、今いつものコーダプロのスマイルが見れましたよ、さあ本橋プロ19番レーンで投げましたが、ああ4番ピン打たれましたね。ナイスストライク、本当あのコーダプロの笑顔でそうですけど、まあ、この今中継見ていただいている方、うん、23番24番 あのレーンの上、まあ、マスキングと言われるんですけど、う、すね、はい、もうコーダスマイルが映ってるんですよこういうでもね、そうマスキングもいいですよね。いい、まあね、ぜひあのホストプロのコーダプロはね、この大会中このコーダスマイルを見せていただきたいなと思いますよ、うん、そうですね、さあ今ねこのショット隣の17番レーンで渡辺欅プロも頭から5発ストライク打ってますね。ちょこちょここういったプロが増えてきてますね。そうですね、ちょっと出てきてますね、うん、さあ先ほど苦しんだ望月プロもこのゲームは5フレー終わってワンダボーノーミスなの で、うんうん、少しずつねペースを上げていってほしいですね、はい、あ、長野スバルプロが本田プロ、広岡プロ解説ご苦労様ですと、もちろん皆様頑張ってくださいと、おはようございます、ありがとうございます。長野プロ、かやプロ頑張ってますよさすがのスタートでした。岸田プロどうですか、ちょっとごめんなさいね、さっきからちょっと何回か3名同じボックスって言ってたんですよ。なんかね今回の練習戦、まあ、完全に練習戦もちろんやってるんですけど、不思議ですよね、固まるんですよね、綺麗になってますよね。どこだったかな、どこみんな一緒だったんですよ。あ、これですね、あ、ここが山田幸プロ、岸田プロ、澤田遥プロ、で岸田プロがですね、はい、ちょっとね厳しい、169点、はい、83位ということですね。あら、ちょっと音声バグがあるのかな、大丈夫ですかね皆さん、音声バグうまく聞こえてなかったら申し訳ございません。すいませんね、ちょっと音声のラグがあるのかな、ちょっと僕たちにはねちょっと分からなかったんですけど、はい、これね横でね音声が、あ、治りましたか、あ、ハウリングしてたんですね。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。そうなんですよね、松永プロとね、宇山プロも同じボックスなんですよ、うん、そうですよ、これね宇山プロの方がね心強いと思うよ。そうですよね、いつも、うん、やっぱ、ね、もういつも松永プロのを見て練習して、うん、でやっぱ松永プロがここ投げてるんだったら私はここっていう判断もつきやすいと思うんで、うんうんうん、そうですね、そしてそこで今私どもの目の前には、はい、お二人の師匠であります柴田プロも本日の競技でおられてね。あ、本橋プロ先ほど4番ピンが左のレーンでうまく倒れたんですけど、また4番ピンが残りましたね。ピンがいいからラッキーが少ない。そうですね、もうドシッとしてますから ね、はあ、さあ大坪プロ、これ多分ちょっとね僕もねやっぱプロショップもやってるんで、うん、結構ね他メーカーさん、あの、まあ、ABS のね予備会としますけども、他のメーカーさんのねハイスポーツさんだったりプラあのサンプリさんのレジェンドさんとかのボールもねある程度把握してるんですけど、うん、多分プロモーションかな。そうですね、今のプロモーションですね、かなり表面の強い対象コア、まあ、多分このコンディションを男子が投げると、うん、間違いなくそういうボールがメインにはなってくるんでしょうね。そうですね、まあ、ピンダウンにするなり、そうですね、少しねやっぱり先の動きを抑えて、うん、でも少しボールを止めて上げた行き過ぎないようにしたい。そうですね、さあコーダプロが、6フレーム目は天秤タップ、まあでも、うん、表情的にはもう納得できてるタップ、うん、天秤ですね。もう先ほどと表情が全然違いますね、やっぱりね、うん、もう行こう行こうってなってます ねはい、いいないですか、これね。しかし、やっぱね、公式戦となると皆さんこうね、普段のプロチャレンジマッチとかで見れない、うん、もう、ピシッとね、表情が引き締まってね。そうですね、
沢田プロ、本橋プロ、アルファジャッカル、おそらくそうですね、あれアルファジャッカルですね。そうですね、まあ、19番目、20番目はちょっと僕らからも直接あの目視でね、うん、ボールラックが見えるので、そうですね、大体こう基準は見えると思うんですけども、ちょっと右の21、20にはねもう投げてるのを見てになるんですけど、まあ、川崎プロが多分コンスピラシーハイブリッドかな、うん、あれは、うんうんうん、さあさあ、ちょっと苦しんでる白石プロが22番連で投球になりますが、ボール何なんだろうな。うーん、うわでもすごいボールの反応がね、きついボールを投げてるような気がしますね。表面も光ってて、苦しいですね。さあ正面20番連でカーモンプロがストライク。そうですね。いやなかなかね。そういや、ゆっこぴは吉田プロと同じボックス、そう、仲良しコンビが同じボックスに今回入ったんですよね。中谷プロ、吉田プロ、4ゲーム、じゃあ5ゲーム目かな、にこの中継レーンに来ますのでね。さあ、無観客だと会場の雰囲気違いますか。そうですね、やっぱり、なんていうんですかね、熱気感はやっぱどうしてもこうやっぱ薄れてしまうと思いますね。そうですね。でね、これあれですかね、ランクシーカーさんがされてるのかな、そのなんかプロ野球とかでは、はい、会場で入場者数によっての、うんうんうん、例えばドームとかだと、はい、その温度、うん、ドーム内の気温を、はい、が何度かを測って、そこで気温に対そのドーム内の温度に対しての選手のモチベーションとかっていうのは、うん、はい、そういうのもなんかデータ収集されたりとかって聞くので、やっぱね、選手としては、はい、そのサッカーとかもあの、ね、こうマイクでこう拍手の音出したりとかされてますけども、選手は現地でね、あの皆さんに観戦いただいて、うんうん、やっぱ拍手をもらうっていうのが、はい、すごく大きな励みになる。なりますね、うん、本当になります。いい時も悪い時も常に励みになりますから、やっぱね、こうなんていうか、あやっちゃったっていう時でも後ろに、うん、後ろから結構ね、ボーラーさんあるあるかもしれないけど、うん、こうね、二回、うんうん、されるから、ね、そうそう、まあ落ち着こう落ち着こうってこうね、そうそうそう、なったりもするから。さあ皆さんもね、多分皆さんもあの1人なり2人なり複数人なり推しのプロがおられると思いますんで、そうですね、このプロ今回ね、うん、ほぼ全ボックスがどちらかに入るようになるんじゃないかな。あ、そうですね、うん、あの全員が、ボックスがワンボックス飛ばしですもんね。そうですね、絶対どこかに入る、どちらかの中継レーンに入る形になりますね、ちょっとね、一つ一つか誰が何ゲーム目に入るかでちょっとお伝えは難しいかもしれませんが、うん、まあね、ぜひ推しのプロが来た時にはコメントたくさんいただいて。そうですね、はい、さあ今本橋プロ右のレーン、ようやくストライクでダブルですね。さあ来ましたよ。さあここで今から20番レーンだと、19番レーンがカーモンプロ、20番レーン山田プロがストライクから、スペアダボー、スペアターキーとね、うん、カモンプロのフィジックス SE ですね。フィジックス SE、 これもね、いいボールなんですよね。山田プロはあれはウェブツアーかな、うん、ウェブのツアーエディションか、ハイブリッドかパールのツアーエディションも出てるんですよね、ウェブが。だからそのどちらかですけど、色味的に新しい方のウェブツアーかな。スポットでは9枚目ぐらいを通して、はい、あ、いいですね。めちゃめちゃ収まってるね。収まってますね。いい、ナイススライド。ああいうアジャスティングをしたいですね、僕たちも。そうですね。なんか、ね、ちょっと少し男子に似たようなラインになってきてますけど。そうですね。さあ、各ボックスプロの、ね、紹介もね、ゲームスタート時にちょっと、随時案内をさせていただきますけども、うん、さあ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 、ここで、
19番人がモタシプロの投球、そして21番人が国久保美希プロ、国久保美希プロも2回スプリットが出ちゃってる、はい、ね、大坪プロね、まあ、今抜けちゃいましたね、ノーヘッド食らっちゃったね。さあ国久保プロもね、1ゲーム189なので、まあ、どうにかね頑張ってもらいたい、うん、さあこれは、さあボールは、うわおー初代フィジックスですかね、今の。ああ、なるほどね。フィジックス、今回持ち込んでいる女子プロ非常に多いと思うので。そうですよね。今のカモンプロもナイスプロですね。フィジックス SE。ああ、SE。さあね、こういう展開するとやっぱオープンフレームがすごく響いてくるんだよね。最終的にやっぱり。厳しい。まあ、だからね、やっぱシングルピンだけは絶対ミスりたくないよね。ミスりたくないですね。こういう、まあ、少しシビアに感じるなってゲームは、うん、特に。はい、国久保プロもしっかりスペア。さあ、佐藤雅美プロも1ゲーム目からいいスタートで、このゲームもね、今ダブルが出て、今から3つ目いますかね。落ち着いてますね。さあ、目の前19番年は加古プロ。どうだ、セブンテン1フレーム確かセブンテンじゃなかったかな、左が厳しいな。おお強いですね、佐藤プロ。さあ川崎プロが21番連で投球入ります。さあどうなるでしょうか。はい、うーん、4番ピン、まあでもそんなに悪いイメージで投げてる感じはしないですよね。そうですね、しっかりと振れも振り切って、うん、まあでもあれだけ振れるのもやっぱり一つの武器だよね。そうですね、本当に、まあ、ただただスピードがあるだけでもしっかりとねボールも転がってるんで、そう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 、球が強いですね、ボールの動きもね出せるからね。白石プロはずっと苦しんでますね。はい、JPB のホームページもね、そう、レイン投票、ございますので、うん、そちらも確認いただければと思いますが、大場さんありがとうございます。そうね、こうランクシーカーさん、フィジックス SE は15名が登録ということで、あ、そうですね、ランクシーカーさんの方で選手をタップすると、その選手がね何のボールを登録しているかというのが見れるんですけど、そのボールをタップすると、はい、この大会で誰が登録しているかが見れるんですよ。すごいですよね、すごい。まあ投げていらっしゃる、ね、皆さんもシェルフというね、今ランクシーカーさんの新しいアップ、まあ、サイト、ボールを登録できるサイトがありまして、これご覧の皆さんもご利用されている方もいらっしゃると思うんですけど、こちらのこれですね、プロショッパーとして言えるのも、プロショッパーとしてめちゃめちゃ便利、便利ですね。今私こういうボール持ってんだけどで、そのお客様のラインナップがね、そう見えるんですよね。あ、じゃあここがねえからここにしないよみたいな感じで、ね、そう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 、で私これが好きだから同じようなボールが欲しいって言われても、うん、まあって言ったらやっぱそのボールからメーカーの方にも飛べるん で、 そうです、ね、カバーストックだったりコアだったり数値とか全部見れるから、はい、ぜひ皆さんアプリね取っていただきたいと思いますよ。山田美香プロ今ちょっと外ミスして抜けるのかなと思ったらしっかり変えてきて、まあまあちょっとジャスト8でしたけども、やっぱそういう意味ではレイに対するアジャスティング今一番いいイメージで見えてます ね、 ですね。あの外ミス変えてくるんだったらかなり楽に感じますね。こう奥、こういう風にこうなんか奥に行くにつれて速く感じるから、手前で起こす分は曲がるんだろうなと、うんうんうん、でそれが、うんうん、まあ、昨日の電子レンズに見たものですけど、手前で起きたボールが山田プロにポケットで収まると、うんうん、すごく楽に感じる。そうですね、これが手前で起きる、うん、でも刺さるじゃしんどいんですよね。うん、でちょっとじゃあ先でと思うと先はちょっと抜けちゃう感じが出てくるから、さあそしたらですね、ちょっとね
ちょっと早速ながら、はい、1ゲームトップだった、ええ、姫路プロが、はい、今9番10番まだ終わってないかな。9番10番まだ終わっ、ちょうど手振れなので、ね、はい、ちょっとね行きますか、移動カメラ、はい、行きたいと思うんで、どうしましょうか。平岡プロ行きますか。じゃあ僕は行きましょうか、はい、では今から姫路プロの後ろへ移動式カメラで行きたいと思いますので、はい、皆さんちょっと注目のね、どういったラインを投球されてるか、どういうボールを使われてるかです。ちょっと待ってね。まあ姫路プロもね、5ゲーム目前半の最終ゲームで、21番22番人に入ってこられる、ですけども、まあね、ここもちょっと映像がね、ちょっとすみません、映像の方がね、あれです。ちょまた、どっかね、ちょっと映像がフリーズしちゃってるのかな。あ、戻りましたね、はい、ちょっと移動は待ちますか。はい、ちょっとすいませんね、移動待ちますね。まあ、ただ次のゲームのスタートぐらいでちょっと様子見に行きましょうかね。そうですね、ちょっとせっかくですのでね、13番10番、まあ、あ、でも近くに来られますね。またじゃあ別のプロでもね、もし上位2ゲーム目終わって上位のプロとか、そうですね、ちょっと見に行きましょう。離れたプロ行きましょうか。では中継でます。本橋プロはテンフレイト目が来て、もう220ペース、もう一個来たら230ペース。さあどうでしょう。おー、本橋プロさっきも4番ピンを倒すアクション出てましたね。プロ大きいね。もう一、最後もカウント次第では最初、はい、1ゲーム166点なので、ここでプラマイ0までね、0プラス4点ぐらいまでか。これは嬉しいですね、精神的にも非常に落ち着きますね。落ち着くね。左の側の、ね、渡辺欅プロが17番で、今18番でストライクやりましたけど、フィフススペアターキーの全部279まで9まで行きますよ。初めて250アップが見れるかもしれない。見れるかもしれませんね。さあ川崎プロがスプリットで割れちゃいました。ここで180点。モタージュプロが238で400飛び4点プラス4点まで、もうこれで一気にボーダー付近までね。そうですね、上がりましたね。多分ね、これちょっとボーダーまだ変わんないんじゃないかな。よくて5点アップぐらい、下手したら下がってるかもしれないですね。可能性はあるね。先ほどがね、200点ちょうどプラスマイナス0でしたので、そうですね、マイナスになってる可能性はありますね。待ちたいですね。さあ大坪プロも今ので綺麗なスライドが来ましたよ、とりあえずもう一人来て180でね、収めたいですね。姫路プロね、手振れ割れちゃったんだよ。あ、でも210点まで行ってますからね。でも下手すると、まあ、坂本バイブ、まあ、藤田プロもあれですけども、これ欅プロが全部いっちゃうと下手したらトップに躍り出る可能性はありますね。欅プロ1ゲーム目194で37位から一気のスーパージャンプアップですよ、まあ、藤田プロも200ペースになってるんで、佐藤雅美プロもね、テンフレビッグ4今食らっちゃいましたからね。あー痛いですよね。さあ今18番にクワッドミキプロもね、ロコクイーンズの歴代チャンピオン、はい、このゲームをスペアで205点。そうですね、まあ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 、スパーメイクはいい感じですね。まあね、佐藤プロもね、ここはもう引っ張らず、まあ199でね、収まってますからね。そうですね、ご本人ちょっとね、まあどういう心境か悔しいかもしれないですけどね、ちょっともったいない感じはあるかもしれないけどね。さあ山田プロがテンフレコちゃんもスプリット225点、でも440点まで来てますからね。久保プロなんとかダブルで10点上げましたね、はい、この10点も非常にね、そうですね、あと重要になってきますからね、響いてきますからね、やっぱり。大坪プロパンチアウトでなんとか182点。さあやっぱ白石プロがもうずっと苦しんでましたね、このゲーム。これ130になるか150になるかも、ボールでも変えましたね。うん、あ、いや抜けちゃう、抜けちゃう。さあ
今日でもちょっと緩いボールを、ね、投げたと思うんですけど。そうですね。今岸田プロどうですか。岸田プロがね、岸田プロ今前通ったんで一番左に行ったかもしれないですね。あ、一番左に行ったんだ。あ、そうですね。そうですね、はい。まあちょっと速報が出てね、あれですけども、いや、なかなかシビアな戦いになってる人もいれば、ちょっとね、こういいイメージになってきてるところも出てきてますね。さあ、ちょっと渡辺プロ手振れ、そうですね、今から17番レーンで投げますけども、17番レーンのピンを見とくと分かりますが、どうだ。うわ、完璧ですね。これ260確定、26確定。あれはナノデスグラスプですかね。いや、でも光ってんだよね。ちょっとグラスプの割にはグラスプ2の割には光ってるんで、アキュラインなんだろう。いや、わかんないな。ラスプ2じゃないような気がするな。さあ、テンフレ2投目。テンフレ2投目、さあ、これ結構注目ですよ。おぉ、天品の飛びしてる。いい飛び方。これ270確定ですね。確定ですよ。これ一気にもうトップの可能性が高いですね。高いですね。プラス194なんで、ね、マックスでプラス76までいくわけでしょ。73か。そうですね。渡辺プロも去年ね、東海オープンで、そうですね、嬉しいね、初優勝を挙げられましたね。はい、お見事。279点。さあ、440、450、430ぐらいはポチポチ見えますが、そうですね、というところですね。この後配信レーンに来る下入れかなプロも今2ゲーム231点でトータル415点。うん、さあさあ、この後の展開ですよね。さあ、山田プロも惜しかった。さあ、ほんと欅プロはナイスゲームですね。グラスプ2だと思うんですけどね。まあでもロゴが綺麗に見えてる分やっぱグラスプかな。ちょっと見ますね。チェックしますよ。ちょっとこういうビッグゲーム打った方の。そうですね。いや、でもね、女子プロの皆さん今これ、まあ、成績速報の方は場内モニターの方にね、順位とスコア出てるんで、ここで初めておそらく今この1ゲーム終了時点のスコア女子プロの皆さん見られたと思うんですね。ですよね。あ、200点しかいってないんだと思うのか、あ、これでも200点いったんだと思うかで、またそこもね、変わりますよね。変わりますよね。一応ね、同じ系統のがね、ナノデスグラフと、まあ、アキュロード2でも動きを見るとアキュロード2じゃないから、多分ナノデスグラスプ2でしょうね。まあ、結構強い強いボールですね。うん、カバーも強いし、っていう感じボールですね。コアもそれなりのこう強さがあるボールですので。ナノデスってもう長いですよね、歴史がね。長い。そしてここに来てまたね、こうぐんと伸びてきてる感じがありますね。さあ、今ね、2ゲーム目がもう少しで全ボックスが終わりますので、はい、終了になりますので、移動の準備されております。はい、渡辺欅プロは直前の配信でグラスプ2を投げ取られました。渡辺プロも YouTube をね、今やられてますからね。ああ、そうですね。もしかしたらクイーンズのレーンでね、されてたのかもしれませんね。そうですね、あとワンボックスですかね。終わりますかね。移動の待機中でございます。今中谷プロを投げてましたね。あ、どうだったんだろう。ストライクっていう文字は見えましたね。安心。もう平岡プロももう気が切れないただ文字が黄色くなってないで、まあ200いってないんだなって感じですね。ですね、ですね。さあ、ちょっとこの間にちょっと私、すいません、お手洗いちょっと一回行かせていただきます。はい、さあね、あの昨
気になるプロいらっしゃったら本当にコメントをねできるだけ、まあ、私たちもね拾っていきたいとは思っておりますので、でできる限りね選手を追っかけていきたいと思います。もしねご期待に添えなかったときはもう申し訳ないですけどもね。
はい、すいません、皆様お待たせいたしました。ただいまですね、3ゲーム目が始まりまして、2ゲーム目終了時点での中間成績速報が、上がりましたので、発表させていただきたいと思います。第1位がですね、先ほど、279を当たりました渡辺ケアプ、ケアキプロ、473、第2位が、256点で上がってきました安藤ひとみプロ466、そして第3位が姫路うららプロの459と、はい、そして、準決勝進出ラインの32位が板倉なちみプロの410。上がりましたね。上がりました。やっぱ10点上がりましたね。ああ、なるほど。ですので、多分見え、僕たちが目が届かないところの方が徐々に伸びてきてたんでしょうね。そうですね。このボーダー付近のスコアを見ても220、230というのが多かったですね。そうですね。やっぱりだいぶ200アップが増えてますね。うん。割合がやっぱそうなってきてますね。さあ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 。コーダプロが20位220点でやっぱ順位を上げております。さあここで私が注目してた、ちょうどね、あの北さんって方の岸田プロどうですかと、ね、岸田プロですね、さっき169でしたもんね。ちょっと待ってくださいね。2ゲーム170点、339点、まあ、ちょっと厳しい戦いになってますね。そして寺下ちかプロが170点、349、順位を落としております。さあその中で姫路プロが第3位、そして、松永ひろみプロも421ということで22位につけております。さあそして中谷優子プロが396点で第42位ですね。うんうんうん、まあしかしスコ報が出たとはゆえですね、はい、まだ2ゲームです。そうですね、あと8ゲームあります。はい、そうですよ、はい、まあまあね、こういうところでね、さあ岸田プロもね頑張って、上がってきていただければと思いますけども。そうですね。そして、ここでね中継レーン、メインの中継レーン19番レーン、20番レーン、21番レーン、22番レーンの選手紹介をさせていただきたいと思いますけども、3ゲーム目19番レーン、20番レーン入られますのは、愛子プロ、そしてアリスプロ、はい、下出プロ、吉川プロ、時元プロ、そして21番、22番レーンに入られるのが秋光プロ、そして先ほど279と渡辺圭明プロが入られます。そして桑藤プロ、キムプロ、藤田プロ、はい、以上10名が19番レーンから22番レーンに入られるということでございますが、さっさっさっさ、坂本海プロも5位につけてますね、211点、はい、大丈夫ですね。ちょうど先ほど三浦美里プロも何点ですか、あと三浦プロも、ね、苦しんでますね、今178、170の348点。これね、2ゲーム続くとちょっとなんか変えていかないと厳しいですね。そうですね。いや、まあ、確かに残り8ゲームあるとはいえど、2ゲーム170、170だとやっぱ何かの変化を起こしていかないとずる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 いっちゃう可能性がある。そう、まずはこの前半5ゲームはね続けて投げますので ね、 そうですね、間は休憩ありますけども5ゲームあるので、まあ、このシフトがあと言ったら3ゲームそうですね、ありますのでね。でやっぱ10点伸びてるのでこれから徐々にこう伸びていくとすると、まあ、いくら10ゲームといえどそのずるずるいっちゃうと追いつけなくなっちゃうので。そうですよね、うん、ここはね、いきたいと思います。さあ注目の渡辺ケアキプロ1、2フレはスペアから、ねね、いい、まあ、いいスタートですね。そうですね。さあ21番連で投球、ボールは同じくナルデスグラスプ2だと思います。ちょっと外に出てるけど、戻ってるね。ああいうアクションしてくれたら ね、 ね、楽ですよね。ですね。
さあそして目の前吉川智恵プロ、展望度まっすぐ、うん、はい、アクション、いいアクションですね。あの薄めでストライクっていいですね。そうですね、本人もちょっとフッフッみたいな表情になってるけどさあそして19万年では私がもともと言いました、うん、九州、はい、大ベテラン愛子恵子プロです。さあ右足のコンから、そうですね、あの足元ね、そう助走に入られるね、ちょうどギリギリ見えてるかな、皆さんにも見えるかな、そこの左足のアクション、ね、見えましたね、これ独特ですね。さあこれもちょうどいいとこで止まりましたよ。あー惜しい、まあまあもうあのラインはね、はい、まあちょっとオープンオープンになっちゃってますけども、うんうんうん、まあそこはねいい形でまた直し修正されていくんじゃないかなと思いますが、はい、クワトープロもいい、クワトープロがフォーススタート、クワトープロもナノベスグラスプですかね。そうですね、あのリアクションはそうでしょうね。はい、今20番目は時本光子プロ、こちらも大ベテラン、美しい美しい、もうあのいやもう昨日もね、ちょっとね僕の SNS を見てる方おられるかもしれませんが、はい、まあ、クリスタルカップにちょっとクイーン、ロッククイーンズオープンとはちょっと離れてクリスタルカップに特化した、うん、動画を作成するのに、はい、まあ、クリスタルカップに出場されるプロのストライク動画をバッとして昨日編集をかけてとりあえずもうすぐ配信できるようにして明日配信予定にしたんですけども、はい、もう竹本プロもね、うん、もうごめんねごめんねって言いながら6球ぐらいそうだったんですね、ちょっとあれだったんですけども、はい、まあでもやっぱさずっとこう綺麗にね投げていただいて、いやもう本当にねもう見ても美しい、そうですね、そしてこうしてまだ現役でねこうしてトーナメントに出てきてくださるというのは本当に、まあ、昔からねボウリングをされている方にとっても嬉しいですし、そうですね、僕たちねやっぱり若手もいつまでもこういった姿を見れるっていうのはいいことですよね、嬉しいですし、まあでもそういう話題になるとやっぱ欠かせないのは斉藤忍プロですよ。そうですね、もう斉藤忍プロは あ、いましたね、あ171、199、うん、いやーやっぱここはちょっとでもスコア伸ばしてくるんじゃないですかね。そうですね、まあカットラインにもまだあと30ピンちょっとっていうところですので、そうですね、まあ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 1ゲーム目よりスコアが上がってるので、うん、そうですね。さあそして先ほどご挨拶いただいておりましたマニアボーリングさん、どうもお疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ山口さん、愛嬌シスターズ頑張れ、ゆいちゃん、のいちゃん、アナミンストライクの雨降らせ、雨降らせと思いましたけど皆さん台風大丈夫ですかねそうですね、もう、すぐ近くまで来ちゃってますから ね、 そうです ね、 今ね、まあ、こう今神戸の方も徐々に風も強くなって、うん、雨もねずっと降ってますけども、しかしこのね暑い戦いで ね、 ね台風の進路も徐々に南にそれるんじゃないかと思いますよ。もう熱気でねちょっと南に押し返されてますよ。さあそして下井でプロもストライクが出ました。そしてね愛子さんがねちょっとね3フレ全部、まあ、ちょっとスペアミスなんですよね、一応珍しいんですよ。さあそしてアリスプロは複数レーン、うん、4番7番8本カウントでございます。まあ、でもアイコープロもアリスプロもまあ370点台ということでね、まあ、そこまでスコア落としすぎてるわけではないので、まあ、まあまだ追いつけますよね。さあそして吉川プロが19番連で投球と、先ほど薄めの綺麗なストライクからどうでしょうか。さあこれ超早かった、そこが早く感じる。さあそして渡辺欅プロが22番連での投球となります。ここ早めにダブれるとやっぱり選手的には ね、 そうですね、また気持ちが楽になりますね。多分気持ちをついてこれダブるんじゃないかな。はい、そうですね、まあ、あの天品音の弾きがね、うん、あれ飛ぶとね結構自信持って投げれると思う、うん、そうですよね、うん、さあそして21番連では秋光プロ、秋光プロといえば三歩助走ですよ。散歩ちょっと皆さん見ましょうよ、散歩助走行くよ、散歩で投げるんですよ、1、2、3、すごいすごいんですよ散歩助走、ちょっとノーヘッド食らっちゃったけど あれだけスピードを出せるってでもねすごいですよ、ちっちゃいじゃん、うん、いやまあ俺らっていうか俺の基準でちっちゃいになるから、うんうん、まあ俺がだいぶでかいからさこれ何言えないけどいやすごいねこれね、あの散歩助走ってあの、まあ、僕もね普段練習で、まあ、中谷プロもそうなんですけど取り入れたりしてるんですけど、ほうほうほう、なんて難しいんですよ散歩助走って。難しいでしょうね、本当に難しい。
ただあれを完璧に極めてるっていうのはすごいなと。いや、そしてクワトープロはフィフス、シモイデプロは、ああ素晴らしい、あの先の合わせ方がうまいね。今のボールなんですかね。シモイデプロもねちょっとフリーになられたので。フィジックス SE じゃないの今のも。あ、SE っぽいですね。ピンもオレンジで。ですよね、多分 SE ですね。あ、そうですね、うん、ちょっとポリッシュしてるのかな、光ってるように見える。お、秋光プロ、マッシャーナイスカバーですね。ナイスカバー。さあ、時本光子プロはさあちょっと大丈夫かな。おお、素晴らしい、ナイスダブルですね。ツアープレミアム2かな、うん、そう、僕も今ちょっとね、ボールが気になったので、多分ツアープレミアム2をポリッシュかけられてるんじゃないかな。さあ、そして吉川智恵プロ、ツアープレミアムかアクシオムツアーか、ちょっと色的に。アクシオムツアーはありますね、はい、先月9月かなに出たボールですね。あ、ぽいですね。かなり強めのファールですね。あ、さあ、ケアプロ、でもね、多分これは、うん、はいはい、いいよいいよ、うんうん、いいよいいよってなってると思うね。あの8番はもうしょうがないですからね。あれだけもうね、フィニッシュの形見てても多分もうしっかり投げれてる、自分で自信持ってきてる、うん、あ、アイコープロ素晴らしい。さあ、ボディアクション出ました。あのボディアクション ね、もうアイコープロといえばあれですね。投資がすごいからアイコープロも、はい、あ、今あの小林チャンネル、あ、小林チャンネル、小林プロ、本田プロ、平子プロ、実況解説頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張るで、頑張るで。さあ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 、まあ、キャプテンはね、キャキさん、おい、でもね、昨日の前日練習はかなり悩んでたんだよね、はい、あ、そうなんですか。でやっぱりね、あのコンディションも当然ながら同じコンディションをマシンで引いてますけども、うんうんうん、やっぱ日によって感じ方が違いますんで、まあ、まあそうですね、逆にね、あのこれ俺の中だけなのかな、あの選抜大会男子結構あるじゃないですか、はい、ありますね。選抜大会群抜けてトップの人って、うん、本大会ってそう伸びない、あるあるですね。ですよね、あるあるです。だからその良すぎると、うん、その良すぎるイメージを追っかけちゃって、うん、その目の前のものに対応できなくなっちゃうんですね。なんか逆に選抜大会ギリギリで通過したプロが優勝したりとかね、ありますからね。さあ、そしてクワトープロはフィフス、6個連続のストライク、素晴らしい、やばいね。歴代チャンピオン狙ってると思いますよ。またクワトープロね、同期なんですよ。あ、そうなんですね。そう、クワトープロ、そしてケヤキプロも同期でね、やっぱね、結構ね、僕ら男子の51期と女子の45期は結構仲が良くて、はい、なるほどなるほど、男女合同のグループラインもあって、あ、いいですね。誰が優勝すると男女関係なくみんなおめでとうという、ね、グループラインが、でタイトルも欅ちゃんも取って、うん、森本健太プロもいて、うんうんうん、で山上秀明プロも優勝されて、ね、結構ねタイトル取ってる方も多くて、あ、アイコプロ惜しい、もうかなりレーンは掴んだようなね。そうですね、いい感じになってますね。さあ、小林プロ、本当にありがとうございます。さあ、ナイスパート、ナイスパート、ナイスパート、皆さん ね、あ、金ちゃんさん、こんにちは、気合と情熱の実況を聞きました。気合と情熱、ね、これね、まだね、ちょっとあの選手もみんなまだ冷静に投げてるから、うん、実況も冷静になってるけど、これ、ラスト2ゲームとかになると、いや、もうね、もうちょっとなんか、ついね、こうなっちゃうかもしれない。もし浮いちゃうとね、シモイデプロも今ターキーでミスをねもう帳消しにしましたね。いやでもこうね、かなりねこの解説席が、はい、あの19番20番の選手近くて近いですね。さあ、あんまり大きい声で、はい、声が聞こえるとさ、うん、やっぱ自分もちょっとね意識しないところの、そうですね、部分での音声が入ると、うん、ええ、あ、やっぱそうなのかなと思っちゃう部分もあったりして、ちょっとそうです、気を使いつつもですけども熱くなりますね、僕たちもね。そうですね、やっぱりまだね、まだ選手の皆さんもこう2ゲーム、3ゲーム目ぐらいっていうところで、ちょっと冷静な選手まだ多いですけどもね。そうですね、はい、石川プロ、ああギリギリ、ちょっと左のレーンの方が甘くなってきたようなイメージがありますね。これね、あの甘さを感じると男子でどっちかというとちょっと収まりが効くようになるっていう感じでね、あるんですよ。さあ、ここでね、ちょっと目に見えてきたのがね、ちょっと画面にはないんですが、15、16で寺下プロと斉藤忍プロ同じボックスだったんですね。あ、本当だ。さあ、ここから寺下プロが
スペア9本なんですけど、まあ、9スペダブルの6ミス63のスペアと、うん、190ペースですね。そうですね。今いやちょっとパッて見た時に、うん、忍プロがね、斎藤忍すごいボディアクションだよ、キャーみたいな、気合を感じますね。さあ、その話題の中での時元プロが19番連で投球。さあ、綺麗なフォーム、惜しい、あのタップが悔しいね。さあ、キャビン君もちょっと割れちゃったね。まあ、でも4球絡み、まあまあそこまで、うん、ね、まあ、少しアジャスティングを次されるでしょうね。まあこう27が連発できるような雰囲気ではないからそうですね、本人も多分それは分かってるのね、うんうんうん、もうこのゲーム200、210ぐらいでも、うん、全然大丈夫と思ってると思うんで、はい、あ、ごめんなさい、スパチャ、あ、田原さん、田原さんですかね、田原かな、これスパチャ、でもありがとうございます、ありがとうございます、田原プロ、ありがとうございます、ね、プロボーラーですね、田原プロですね、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すいません、高尾さん、本田プロ、平岡プロ、実況解説お疲れ様です、いや、とんでもないです、疲れないですよ、もう元気もりもりですよ、ゲームを重ねるにつれてね、元気になっていきますよね、さあ、時元プロもナイスパワーで、さあ、ここでね、ちょっと皆さんに聞きましょう、うん、画面に見えないプロでちょっと、はい、上位陣をね、そうですね、それで今上位5名が渡辺圭明プロ、安藤プロ、姫路プロ、大島優香プロ、坂本佳也プロ、うん、まあ、坂本佳也さっき映ってたし、渡辺圭明映ってます、で姫路プロは多分もうあれなんで、平岡プロ、はい、どうかな、いけるんであれば安藤プロ、大島プロあたりを、そうですね、ちょっとね、平岡カメラで、平岡カメラでね、行きましょうか、行ってみましょうか、はい、 OK ということですので、ではどちらから行こうかな、近くにいればね、一緒に行きますけど、多分ね、安藤プロが今7、8、はい、で、あ、同じだ、一緒じゃないの、いいじゃん、行きましょう、7番、8番、さあ、ここで、あ、若松さん、ちかちゃん、今しんどいかもしれないけど3連覇頑張れということで、うん、スパチャいただきました、ありがとうございます、そして1600名、皆様本当ありがとうございます、では7番8番に、平岡カメラが行きますので、はい、行ってまいります、行ってらっしゃい、さあこれで私がここをちょっとね、平岡プロが移動されてやると私が一人でつなぎをやりますけども、あ、57球の田原です、実況頑張ってください、田原プロありがとうございます、頑張りますね、皆さんに楽しいものをね、いけるようにと、さあ今、2ゲーム終了でトップ10が顔写真付きで出ておりますね、さあ皆さんのこの明るいスマイルがこのね、大会中見れるようになるのか、さあいいですね、さあ平岡プロがね、行ってくれると、さあ7番8番安藤プロ、大島プロ注目ですね、いけらっしゃいということで、さあ、時元プロもスペア、そして21番レーンでは、渡辺欅プロの投球、スプリットアウト、ここはまあストライクが欲しい場面かな、あー2回割れちゃった、ちょっとこう2回連続割れるとちょっと精神的に乱れちゃう部分が出るかな、さあどん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 、増えてきております、ありがとうございます、さあそうだな、ちょうど、あ、12時30分ということで、そうだ、皆さんちょっとお昼休憩の時間ですかね、さあ金ちゃんさんありがとうございます、喉を潤しながら最後までありがとうございます、さあもうね、選手も頑張ってるから実況も頑張らないといけないですよ、さあそうですね、やっぱ時元プロのノーミスも確かに素晴らしい、ね、ストライクがね、たくさん出てる時のノーミスってまあまあありえるんだけども、やっぱりこうね、ストライクが出ない時のノーミスでこう繋いでいくっていうところはやっぱ 先輩プロの技術はやっぱすごいですね、さあそして下井出プロがどうだ、あー、フォースフィフス5つ目のストライクが来ました、さあでもね、ちょっと表情がね、まだ硬い感じが見えるね、
そう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 、のいちゃんゆいちゃんもですね、のいちゃんゆいちゃんゆいちゃんがさあダブルミスダブルミスストライクスペアと、のいちゃんはちょっともう見えないところかな、ごめんなさい、ちょっとうっすら見えますが、ちょっとスコアまでは見れない感じかな、ごめんなさい、すいません。そうですね、スペアのノーミスで成人に削られる、まあ確かにそうですね、でもそこを乗り切った時の達成感もあるよね。散歩助走のメリットとは、さあ散歩助走、散歩助走のメリットどうなんでしょうね。でも本人に聞けるタイミングだった、本人のメリット、逆に僕も聞いてみたいですね、本人のメリット、これなぜまあ 4歩5歩あたりが今ね、なんていうんですか、さあここで、桑藤美希プロが8発ストライク来ておりますね。ナインコール来る、ううって鳴らっちゃう。さあ時元プロちょっとラインを締めてのナイスストライク、いいアジャストですね。ちょっとねごめんなさいね、岩見プロがねちょっともう今ここからじゃ見えないんです、ちょっとね反射もあってね。さあさあ目の前ではさあ下出プロが6つ目のストライクを9フレーム目いきますよ。投球するボールは多分フィジックス SE でしょう。はい、あちょっと手前で動いちゃったな、まあ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 割れずにラッキーラッキーって、ね、さあそして445点の藤田プロもノーミスで続いておりますね。さあここでナイスストライク、さあそして注目いきましょう、22番連が9フレーム目ストライク8発連続中の桑藤プロが22番連で投球に入ります。さあそして目の前19番連の愛子プロ、さあボディアクションが出て倒れた、ナイス、こういうの嬉しいな、こういうの嬉しい。さあ桑藤プロ行きました、どうだ来るか、じゃーん、ジャストじゃなく、ジャストじゃないけど6番、惜しいな、やばい、ちょっと一人で熱くなってきた、本物のアナウンサーみたい、いや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 、パチモンですよ、パチモン、パチモンってひどいな。さあそして、下手プロはナイススペアカバーですね、すごい落ち着いてますやっぱり。さあそして秋光プロ、ここはちょっとダブルどうにか出しておきたいね。さあ散歩助走からいった投球は、あー倒れた、ふうふうってなってますね、うん、あ片桐さん、苦しい時間が続いてもしないけど必ず言いながら来ると信じて頑張ってるかいちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。610円スパチャありがとうございます。ノコタンさん、レンが遠くてスコア見えないときに使う双眼鏡購入台としてありがとうございます、ありがとうございます。もう皆さん多分ね、本当にたくさんのスパチャもいただきありがとうございます。いやー、打本親方に変わりつつ、もうさあケヤキプロがここで、あー天秤、まあでもね、やっぱさっきの27が大きいですかね、精神的にはかなりこう落ち着いてるように見えますよね。さあ私、なんですか、本当にトークも上手、いやそうでもないです、今日ちょっと張り切って頭の中でシチュエーションしてますが、いやいやいや、あんまり褒めるとその気になっちゃうから、みんな褒めちゃダメだよ。さあね、まもなく3ゲーム終了するところですけども、さあ時元プロ9フレーム目、こうね、ノーミスでのダブル、2回目のダブル、さあちょっと外目からタイトルに行って、これもいいですね。さあダブル来ました、よしよしといったところでしょう。さあそして注目は19番ね、ただいまで投球に入ります、あーキヤキちゃんがミスりました。さあ注目ね、まずは、19番レーン下出プロ、テンフレをどう、制するか、ガイ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 親方になってきた。さあテンフレ1投目注目しましょう、ここどうなん、ちょっとね、後ろから見てると、あ
さあ平岡カメラ来ました。平岡カメラ、さあここで加藤八千恵プロ、もしかしてあれなのかな、あの平岡プロ7番8番に行く前に中谷プロが気になりすぎて11番12番で足止めしてるというやつですね。さあ多分このすいませんね皆さん、7番8番で大島プロ、安藤プロを見る予定でしたが、多分ここでな、中谷プロが投球するまでこの平岡カメラ動きませんので、じゃあそちらも見ながらちょっと実況したいと思いますが、さあそして桑藤プロが21番連でスプリットとなってしまいました。さあそして下井出プロの点触れ2投目、ちょっと中に寄ったかな、はい、そうですねでしょう。さっきのね5つ続いてるところよりもね、ちょっと手前で反応が出始めてたんで、そこアジャストされましたね、うまい。そうなんですよ、そして下井出かなプロはね、私誕生日が同じ日ということでね、頑張れ下井出プロってね。さあやっぱり、さあ吉田真由美が投げまって天秤惜しいね。さあ皆さん予想通りでございます。今ね私の声は多分平岡プロに届いてないかもしれませんが、中谷プロが11、12で投球されるまでこの平岡カメラは動きませんので、皆さん7番、8番が見たいと思いますが、中谷プロの投球まで皆さん11番、12番見守ってください。さあそうする間にね7番、8番ゲーム終了する。さあちょっとね配置の問題でね、11、12が限界だというところで、まあ7番、8番ってことは、次は11、12来るんですね、次のゲームですね。さあ下井出プロはね236点の集合、そしてクワトプロ点振り割れちゃったけど255点、まあこれはゲーム大きいですね、この展開の中では。うん、さあ、岸田プロね、ちょっとね今全然見えないところなので、速報が出ないとちょっと何もお伝えできない感じですね。さあ、あんまりね平岡プロに、あ、さあさあさあ来ましたよ、平岡カメラに注目の中谷プロ。さあ12番連でもストライク来ました。さあちょっとメインカメラも大事なんですけども、まずは皆さん平岡カメラ注目しましょう。中谷プロのストライクが出るかですね。さあ皆さん平岡カメラ注目です。さあ落ち着いた助走から投球来てくるか、おいにゃー、いやこれはもう平岡くんが悪いな、平岡プロの力が足りなかった、ね、僕の声を聞いて眠くなって、まだまだですよ、まだまだですよ、はしゃぎますからね。さあ中谷プロ惜しかったですね。そして12番連では仲良し吉田真由美プロ。さあストライクが欲しいところでの投球どうなるでしょうか。平岡カメラ注目です。しっかり投げられましたね。はい、これ平岡プロが悪いんじゃないの。もう帰ってきたら平岡プロ説教しておかないといけないな。で次僕が動いてスプリットでことするともっと悪いじゃねえかってなりそうだけど。さあ、松永プロ、宇山プロね、同じボックスなんですけど、3ゲーム目がね、4ゲーム、ちょっと速報が来ないとね、ちょっと近くじゃないんでごめんなさいね、速報でご案内させていただきますね。さあ藤田舞プロも、190ペース。さあそして吉川智美プロがここで247点ということで、一気にプラス40点まで上がってこられました。うわ、欅プロちょっとこのゲーム痛いな、159は痛い。まあまあでもねまだ30点あるんで、まあ、ここはね、まあ、同じように気持ちをどう切り替えていくかですね。でもこれだから怖いですよね、279の後の150が出ちゃうんですからね。さあ平岡プロ帰ってきましたよ、ね、帰ってきてマイクをつけたら説教したいと思います。20番目から22番全部割れてました。
あれ僕のせいかな。はい、あのですね、はい、何でしょうか。まあちょっと状況でね、7、8までは行けないと、はい、そうなんですよ、行けなかったんですよ。で、分かってるけど、じゃなくても多分結果11、12で止まってたんだろうなと。いやね、あの本当ね、11番、12番がちょっとまあ正直本当に限界だったんですよ、はい、あの電波の問題で。はあ、で、そこにいたんですよ。でね、あの僕は皆さんの前で言ってたんですけども、あなたが行くと、中谷プロはポケットに行って7番、横の吉田真由美プロもジャスト8、平岡プロが悪いんじゃないかと。なるほど、うん、なのでまあ次はちょっと僕が行きますよ。わかりました、うん、その結果は楽しみです。で、僕が行って割れたりしたら、はい、次誰が行けばいいんだってなっちゃうから、はい、そうですね、うん、そうならないように気をつけますけども、はい、ということで皆さんね、ちょっとあの7番、8番の方は出発できなかったので様子だけ見てきたんですけど、ストライクはやっぱ続いてないです。続いてない、はい、ちょっとあのキス、まあ、若番の方は全体的にスコアそんなに高くないなってイメージありましたね。なるほどですね。やっぱね、まあ、昨日の前日練習でもそうだったんですけど、やっぱ半分、まあ半分というか多分23から右ぐらいかな、はい、まあ、やっぱオイルを感じれる、うんうん、でも逆にこう左の方に行くとちょっとオイルを薄く感じる。そうですね、はい。そしてやっぱ選手の皆さんが一番気にしたのはやっぱこのちょうどこの辺り15、16、17、18、19、20ぐらいが、やっぱこの、まあ、今日なんかはあのコロナ対策でこうカーテンをしてあってですね、はい、入れないようにしてあるんですけども、うんうんうん、まあ、通常ここが出入り口ということで、特にやっぱ17、18が鬼門だと。これね、あのそうなんですよね、うん、僕もあのロッコボールさんってあのもう僕はジュニアの頃からねこちらに投げさせていただいてるんですけど、はい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 、この15、16、17、18っていうのは本当に一番オイルが薄くなる、最後投げてれば投げるほど。なるほど、それはね昔からやっぱり感じるので、まあこういったやっぱり会場のね作りであったり、うん、あたりも影響っていうのはやっぱりするんだなと。そうですよね、うん、そういうところもあるんですよね。ボーリングって本当に奥が深いですよね。同じねレーンを引いても日に日に違うし、レーンによって違うし、アメリカンで投げると両方違うし、うん、ね、この辺も難しい。さあ、そして姫路プロが、おっと滝来まして、これで220が確定か。そうですね、もう一つ来たら30までいきますね。お、先ほどあの、ね、三浦プロどうですかってコメントもありましたけど、このゲームこれで240までいきましたね。おー、素晴らしい。6フレームから6発続きましたね。いいですね。三浦プロ83位からこのゲーム240なので、かなり まあ35位とかそれぐらいまで来るんじゃないかな、35、37、8ぐらいになってくるんじゃないかな。カットラインすぐ下ぐらいまで上がってきますね。でもこれね、さっきのゲームで10点伸びたでしょ。あ、そうですね、このゲーム多分15点伸びたとしたら、ボーダーラインが予想としては25点から30点はいかないと思うけど、23、4点から27、8点ぐらいのところが32ぐらいのスコアになるんじゃないかなという感じですよね。まあ、そうなると小林 IM プロとかが、まあ、28、27、28、29位ぐらいの展開かなですね。さあ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 、そうですね、この待ち時間も使い方が重要ですよ、まあ、今までね、ですからね、ちょっとこう時間がね間が空くのでですね、さあ、岸田プロ見えないんです。岸田プロでも、ね、でもそろそろ近くに行く、まあ、さっき78だったからね、次が90、11、12なので、まあ、ギリギリ見えるかな、次のゲームでは。そういうことですよね。次が11、12で最、5ゲームは15、16来るんで、うん、あ、違った、違うとこ見てた、失礼いたしました、このゲーム3、4で次7、8で11、12なんですね、岸田プロはね、はい。
そうですね、17、18がちょうど入り口真正面というところですね。あ、まあ、15、16、17、18あたりかな。はい、ここがね確かにいつも肝になるんですよね。もう逆にもオイルの薄いコンディションが得意な方はここで打ち切、最後打ち切るっていうのもありますし。じゃあ俺好きじゃん。俺も好きっすねオイルだからね、多分ねまだそこの影響は出てないはずなんですよ。まあそうですね、まだ出てないですね。まあ今まだ3ゲームでしょ、はい、やっぱ後半ですよね。後半7、8、9、10あたりでこの影響がどう出るか、そうですねっていうところですね。まだ見ていきたいですね。そうですね。はい、17年のリサリサ P、 鈴木リサプロが投げておりましたけども、このゲームは168点。まあでも3ゲームでは561点なのでまだ。そうですね、昨日もね動画撮影していただいても可愛い動画が撮れましたんで、皆さん明日配信楽しみにしてくださいよ。可愛いリサリサも見れますよ、ね、僕のチャンネルの方でも明日流させていただきますので、ね、さあ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 、すいません、ちょっとコーヒー飲むんでしますね、すいませんね。そうですね、次のゲームは斉藤プロ来られますね。さあ、さあさあ、まもなく3ゲーム目が全ボックスが終了しますので、終了次第また選手が移動して4ゲーム目のスタートとなっていきます。はい、さあここで次4ゲーム目だよね、はい、4ゲーム目ちょっと紹介しましょうか。さあとうとう来ましたよ、19万年、ね、20万年が斉藤忍プロ、寺下千プロ、大石直プロ、倉田プロ、三浦プロと、はい、そして21万年、22万年が村田プロ、松岡プロ、小林歩プロ、そして若田プロ、鈴木梨沙プロと、はい、いうことで、やっぱちょっと個人的注目がやっぱ寺下プロ、ここまでさっきのゲーム199点で、斉藤忍プロとまさかドーピン。いやまあでも寺下プロも170連発してて、まあまあ199いうことなんで、まあこのゲームそろそろでもね、ちょっとプラスをしたいところですね。さあ、しかしこのボックスみんな苦労してる感じかな。大石プロも603、倉田プロも604、三浦プロが594、斉藤忍プロ、寺下千プロが548と、いうところで、まあそうこう伸びきってないですよね。坂本しおりプロはですね、まあ、1ゲーム目にこの近くにいたので、まあ、ちょっと右側番号の大きい側の方のレーンに行っているので、ちょっとここからは離れていきますね、どんどん。そうですね、さあさあ、やっぱここの、2ボックスの注目はやっぱ斉藤プロ、寺下プロ、ですね。そうですね、楽しみですね。お二人がこうカメラが前になった時に、さあ姫路うららプロもね、その隣の18番レーンで、はい、来られましたね。さあ17、18はですね、久保田彩香プロもね、ああおられますね。去年は千葉オープンで優勝されましたね。そうですね。さあ4ゲーム目の競技がスタートしていきました。さあそこで愛子プロがストライクでスタートということで、4フレーム目にね、アイコープロのストライクから幕を開けたこの4ゲーム目、はい、さあちょっとね前半が残り2ゲームです。ちょっと、僕の声も熱くなってきますよ。熱くなってますね。注目しましょう、20番レーンスタートからは斉藤忍プロ。これ、ね、めちゃめちゃ投球フォームどんどん良くなられるんですよね。柔らかくてね。さあ塩ボールはエンペラーブラックですね。あー、あー素晴らしい、これ1フレを薄めに持ってきてストライクっていうのが素晴らしいですね。大きいですね。小林歩プロ、さあ、あ素晴らしいですね。ちょっとこのゲームこの2ボックスなんかみんな行きそうな雰囲気あるな。なんかしかもこの10名のうち4名が歴代チャンピオン。わお、ね、そうですね。あ、大石プロスピリット、ちょっと19番、20番は、あ、大丈夫ですかね、大丈夫ですね、ちょっと、はい、はい、
でもね、まあ、ちょっと今奥のね、メカの方にちょっとボールが止まれてて、はい、ね、戻ってこなかったら、まあ、戻ってきます、うん、まあ、ああいうところも、ね、やっぱ気づく気づかないという、こう精神的な余裕というか ね、 そ う、 ですね、そういうのもありますもんね。ほら、これね、多分このゲームね、ちょっとこの19-20ちょっと注目来るよ、多分ビッグゲームのちょっとなんか表情でちょっとボックスの雰囲気が、ほな一丁行こうかみたいなね、なんか雰囲気でちょっと後ろにちょっと感じてるんだよね。倉田プロもね、同じ寺下プロと同じ北海道の出身のプロですから ね、 ね、まあ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 、多分ここ 気にならね、気にせずに、まあ、大石プロもね、うん、切り替えていきましょう。今一振りだから大丈夫大丈夫。さあ、そして北海道からさ、倉田萌プロ19番で、ね、東京となります。ボックスが今トップですね。そうですね、プラスありますからね。さあ、どういう形の、どういうラインに攻めていくのか。ちょっと引っ張っちゃったかな。あ、でも収まってる。これなんですかね、ボールね。あれブラック移動 スパークルかなんかじゃないんかな、多分。なんか折れちゃうのかなと思ったら収まりましたよ ねブラック移動もしくは IQ。 スパークルあるよね。さあ、三浦美里プロ1フレームもあるので、薄めからのスタートですね。2番ピン、はい、ちょっと2番8番ですね。ちょっと見てみる。あ、やっぱブラック移動ですね。ブラック移動、ブルースパークルか、ブルースパークルですね、はい、うん、多分僕のピンダウンでしょうね、レイアウト、あの緩さはね。あー、大石プロは、まあ、大石プロもね、603でボックスの中じゃ2位なんですけども、うん、ちょっとね、この周りがさあ行くぞって雰囲気になってるから、うん、この雰囲気に置いてかれると、はい、バーンとなっちゃう可能性もありますね。さあ、21番目では村田和子プロがね、まあ、ダブルのスタートですね。はい、地元のプロですよね。そうですね、もう気合も入ってると思います、はい。おっと、三浦プロはさあ、やっぱりまだあの辺少しね、オイル感じますね。そうですね、でもね、さっき、まあ、ちょっとちょうど中谷プロをね、中谷プロを映している時、ちょうど、まあ、下出プロが点振りだったんですけど、ちょっとね、やっぱ強いボール投げると、うん、19の方がちょっと手前から動くようになってきてるんですよ。あ、で、下出さんは、ね、下出プロはそこ気づいて、点振りに止めてアジャストされたんですよね、はい、なるほど。でもパンチアウトという状況だったので、まあ、その状況でも右はそういう風に見えないから、なるほどなるほど、まあ、左はそう、そうか、まあ、だからちょっとこのね、斉藤、はい、そう、斉藤プロの左の19番レーンがどういうリアクション、どういう雰囲気になるのか、うん、はいですね。さあ、速報もありましたが、ちょっと場内アナウンス終了後にこちら速報をね、ご案内させていただきたいと思います。じゃあ斉藤プロの19番ね、ちょっと見てみましょう ね。さっき薄めでしたからね、まあ、薄めだとちょうどジャスポケになるぐらいの違い、あの辺、まあ、そっか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 、多分ですね、まあ、エンペラーブラック、ちょっとポリッシュ系なので、はい、まだいけるんでしょうね。うん、まあ、さっきあのシモイデプラちょっと案内しちゃありましたように、フィジックス SE のちょっと上強いボールでしたので、はいはい、さあ、そして倉田プロが外から、はい、いいアクションしました。さあ、表情続いてますね。はい、ということでちょっと今マイクにも入ってたかな、はい、ですね、3ゲーム終了時点での、中間成績出ましたので、ご案内をさせていただきます。3ゲーム終了時点で現在の第1位がですね、姫路ウェラルプロ、またトップに上がりましたよ、683点プラス83。そして第2位が先ほど255を打ったクワトープロ682、わずか1ピン差。そして第3位、まだ踏ん張っております、まだ踏ん張っております、失礼だった、申し訳ない、頑張ってますね。安藤プロ680点が上位3名。そして第、準決勝進出ラインの第32位がキム・ソヒョンプロ600飛び6。落ちた、落ちました、4ピン落ちましたね。先ほどがプラス10点からプラス6点まで下がってしまいましたね。なんか伸びてるようなイメージがあったんですけどね。なるほど、まあ、でもやっぱり先、まあ、中谷プロを落としに行った時に向こうを見に行ったら、やっぱりね、若番の方は点数が全然出てなかったんですね。なるほどですね、まあ、上位陣
は、4位に浅田里奈プロが上がってきて5位が坂本かやプロ、まあ、下出プロも第8位になりますね。そして高田プロが同じ3ゲーム220点で第9位まで上がってきております。あ、楽しみですね、もっとこれから先が。さあ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 、そして宇山プロが上がってます。佐藤正美プロも、うん、ちょっと苦しんでますね。231918と、うん、ちょっと展開的に苦しいかな。さあそして斉藤プロ、寺下プロが75、76位。ね、今大きな音が聞こえたと思ったらアイコープロがターキースタートですよ。あのやばい、ゼオ高橋のアクションがね、やばいよ、乗ってきましたよ、来ますよ、まあ、85、533点ですからね。あ、もうまだまだ、うん、さあ村田和子プロもターキースタート。このゲームね、やっぱり確かにしっかり打ち切りたいところです ね。斉藤篠プロも今完璧のストライクで32位、キムソフィオンプロ600飛び6点で、時点33位が本橋由美プロ、同じく600飛び6点というところですね、うん、さあここで落ちるとなると、うん、ちょっと、イメージが難しくなりますが、ね、読めないですね、読めない展開が。さあ大石プロもここでストライク来ましたね。さあそしてここでもダブルスタートは唯一倉田プロですか。そうですね、あとは村田プロとこの10名では2人ですね。そうですね。さあ寺下プロは、さあここねストライク持ってきてちょっと19のアジャストにつなげたいですね。プリズムツアーですかね、ハイブリッドの。おー、はい、あー完璧ですね、さすがです、ナイスストライク。でもね、なんかさ、なんかちょっとこう勝ち方を知ってる人の表情というか、はい、全然表情が慌ててないんだよね。そうですね、もう俺なんか多分10ゲームあったとしても、うん、3ゲームで533でボーダーで70ピンとかだったら、ってなる。僕も絶対なります。この気持ち皆さん分かってもらえますかね。さあ大石プロね、ここはダブル欲しい。1、2フレスプリントの後で ねダブれると思う。あ、でもしっかり投げたね。おお、でもこの左右差を感じてるのかな。ちょっと痛い、ちょっと今の痛いな、しっかり投げれたも痛いな。さあ鈴木龍三郎21番連いやー、姫路君すごいね。ちょっとボーリングの別次元って感じですね。ライン取りにしろ救出スピードがすごい。フォーススタートです。そしてちょっとそうなると横の18番レーンが板倉プロ、姫路プロがフォーススタート、はい、関根プロもスペアのダブル、ダブル。そうですね。さあそして17番前やるみプロはもともとね神戸ロコボールされてましたからね。そうですね、ロコボール所属でしたからね。さあね、やっぱあの地元の会員さんとかのね応援もあるでしょうから。そうですね、頑張っていただきたいですよね。さあ、あ、トモキーさん北海道の方ですよね。今目の前の北海道のプロが2名いるんで、頑張って応援したい気持ちでしょうね。さあ倉田プロがさっきノーヘッドだったんですよね。そうですね、ダブルの後ノーヘッド、うん、やっぱりこの19番をどう感じるかですね。そうですね、感じてますね皆さん。はい、ナイスボール。確かにね、20番のやっぱり行き足を見てると捕まってない感じもあってね。そうですね。さあそして村田プロの9番、何か倒れてほしかったけど、9番倒れてほしかったな今のは。あ、トモキーさんありがとうございます。寺下チカプロメイクミラクルです、頑張れということで。寺下プロライセンスナンバーですね。ナンバーですよね、ありがとうございます。さあ関根プロブレそうにないです。関根プロはね、もともとアマチュア時代もナショナルチームメンバーとしてね活躍されておりました。そうですよね、実
実績もあるプロボーラー、結構ねやっぱボーリング歴長い方多いですからね。そうですね。さあ斉藤篠プロ左が19番レーン注目ですね。さあ斉藤プロがどういうアジャストをされるのか、さっきちょっと嫉妬した感じもあったんでね、少しね外に膨らんだ感じ、このどうでしょう。お、さっきよりちょっと寄った感じが見えたんだけどな。さあ、あ、トモキさんお仕事に戻られますね。お仕事中ありがとうございました。また戻ってきてください。三浦プロどうでしょう。これでね、またね、奥のねピンデッキの下のところのクリーニングもしっかりされてるんで、おっしゃってましたね、メッセンジャーも出にくいのよ。なんかピン転がってても急ブレーキかかる。そうブレーキかいて次の日なんだろうみたいなね止まり方をするから。はい、サバですね。さあ中継レーンに行った下出かなプロも今24番レーンでフィフススタート。この辺りさすがです ね、 やっぱりね、もうちょっと勢いに乗った感じがあるな。さあ21番では松岡美穂子プロ、はい、ストライクですね。はい、お見事ですね。さあそしてここがね、まあ、寺下プロ19、うん、まあもうこれ19番で2回目の投球になるので、はい、まあさっきので分かってるのかですね。注目ですね。さあちょっと注目しましょうね、寺下プロ。まあライン的には7ぐらい。やっぱり19番皆さんが同じアクションされますね。もう今のはねなんかちょっともう食われてんじゃないかなみたいな。もう全然もうボールが、すいません。谷口啓太さん、本田プロ、依頼子プロ、荒町郎君お疲れ様です。お茶代です、どうぞ。ありがとうございます。まさにナイスボです。ありがとうございます。さあさあ、うん、そして斉藤プロも7番ピン。まあね、もしかすると下出プロは、はい、やっぱこの斉藤プロ、寺下プロに比べると、うん、回転の軸が、横の回転の軸が結構強いんで、はい、うん、だからピンに向かっていく回転が、ね、強いですよね、下出プロってね。プラスやっぱフィジック性すぎてちょっとこう強いボール投げれてる分、はい、そのブレーキ感があったんだろうなと思います ね、 そうですね。でもね、フィジック性すぎて実はストーブ の、 そのカバーの表記上ではあまり実は強くないんですよ。あ、そうなんだ。実は中間層なんですよ。あ、なので、まあ、手前での失速感っていうのが全くないボールなので、まあ、先のアクションも非常に大きく出る。だったらそれを聞くとなおさらちょっと納得するのは、はい、やっぱ19番で手前で食われてるんじゃないの。そういうことですね。で斉藤忍プロはちょっと寄りすぎて、うん、オイルのありありを使いすぎてっていう状況なのかもしれないですね。斉藤プロもサイドローテーションがね強い。そうですね。とあとこの、まあ、ローテーションとチルトっていうのが、チルトこの寝方ですよね、うん、まあ、斉藤プロはやっぱちょっと強いので、まあ、ちょっと逆にボールが滑っちゃってる感じがあるのかもしれないですね、うん、さあそして松岡プロが22番連で投げまして、投球されますが、21番連は、同じ私と一緒の同じく中国四国地区所属されてます、うん、福山パーク連若田あやめプロの投球となります。さあこれね620点ということで、まだね準決勝進出ラインにおられますので。そうですね。いやー19番が難しいですね。きついな。大石プロはフィジックス M のポリッシュかな。あーかもしれないですね、色目。さあ若田プロ、あーいいですね、はい、ナイスボール。らしくない感じかな、照らしたプロは。やっぱり、うん、大石プロあれですね、ドリームビッグパールの方かな。はあ、はあ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 、なるほど。フィジックス M はお持ちじゃなかったですね。19番レーンがね多分キャリーダウンっていうか手前のブレイクダウンが僕が見る限り原因なような気がするんですよね。やっぱり手前のオイルが少なくなるということはボールが先に進まなくなるんですけども、でもそれで進まなくなるんだったらボールで曲がるんじゃないのって皆さん思うと思うんですね。
でも実は違うんですね。そうなんです。また本当に見分け方が非常に難しいんですけど、もうボールがもうねじ切れてしまうっていう。そうなんですよ。先まで回転が持続してオイルに滑っていって先のドライゾーンに当たってボールがしっかりと反応してくれるところが、うん、進みながらもボールが軸を起きてしまうというかね。そうやっぱり難しい表現にはなるんですけど。そうですね。やっぱもう最近のボールってそのカバー素材、表面の素材の進化がすごいので、やっぱ摩擦がどんどん起きてる。で、はい、もう着想した瞬間、摩擦がこう発生すると、うん、そういう状況に起きますよね。やっぱりね、僕たちプロボーラーでも分かりにくい時ってたびたびあるんですよね。ある。でもそういった時に、まあもし1フレーでも捨てれるような展開があれば。思い切って走るボールを投げてみるんですね。そうかなり走るボールを投げてみる。全体的な雰囲気を見るときはやっぱ点振りはそういう使い方しますよね。そうですね。でそこで分からなくなったときに走るボールの方がしっかりと曲がってくれたときってより自信も出ますね。そうですね。手前そういうことやったんだと。皆さんもね、そのキャリーダウン、ブレイクダウンっていうのが分かりにくくなかったときは、まあ、練習でもね、ちょっと走るボールなんか一番走るボールを投げてみるとよく分かると思います。なので、僕はよくね、あのレッスン生とかに話するのは練習ボールから、はい、もうガリガリコリコリの曇ったボールで練習ボールすると、もう速攻迷子になっちゃうよと。そうですね、うん、やっぱりそれじゃなくてもやっぱその練習用、練習投球用のボールじゃないけど、はい、まあ、オイルの状態をチェックできるボールっていうのを、うんうん、やっぱこう、ね、トーナメントだったりだとか競技会出られる方っていうのはそうです、ね、やっぱ一個お持ちになった方が、うん、さあ倉田萌衣プロがちょっとおお、うん、ここはかなりさあいい、もうね、多分萌えたんっていうね、はい、感じでね、多分みんなから可愛がってもらってる、ね、萌えたん頑張れっていうコメントも出てくるんじゃないかな、ね、多分ね、多分まあ見てちょっと実際はあれですけど、僕が見る限りやっぱ手前で食われてんじゃないかなっていう気はしますね。で10、20はなんかちょっと止まりながら曲がってくれる感じはあるん で、ね、まあまあそうでもないのかなと。まあ、このコンディションがね、もともと本来はそのアウトサイド7枚外曲がるって非常に少なくなってるので、そのあたりが明確に今ね、そうですよね、できたかもしれませんね。やっぱりね、オイルがなければ曲がるっていうふうに普通は思うんですけどね、実はそうじゃないアクションが起きたりはしますね。斉藤氏のプロ、左の19番、あ、いいラインですよ、いい止まり方した、はい、ナイスボール、ね、やっぱり分かってらっしゃるですね、この辺りね、はい、ちょっとね、照らしたプロが心配です。ちょっと今もボールを変えるみたいですね。悩んでますね。これは何かな、プリズム、マークからするとプリズム系ですね。ちょっとボールを照らしたプロ今左の上に交換するみたいですね。さあこれボールを変えてどういう結果になるかですよ。そうですね、プリズムワープハイブリッドかな。ああ、なるほど。結構でも昨日の練習もそれ投げてましたもんね。プリズムハイブリッドツアーからプリズムワープハイブリッドへ、うん、結構本人なりに気に入ってるボールじゃないのかな。あ、いい感じになりましたね。まあ、やっぱりね、はい、ちょっとか走る、まあ走るんですよね、少しこれね、その分先の動きがしっかり出ましたね。ボール変えてパンってストライク出すけどそんな簡単なことじゃないですよね。やっぱね、難しいんですよこれが。勇気もですよね。しかもこれも6フレなんでゲーム中盤から終盤に差し掛かってのこれ多分本人なりにもうちょっと勝負かけた感じだよ ね、 そうですよね。これちょっとこのままいくとまずいと思って勝負かけて行って、それをもう、まあ、当たったというと本人に失礼なのかもしれないけど、さあここで忍ぶプロもダブルでガッツポーズが出ました。かっこいい。マジでなんかこの距離に言うとナイスだって言いたくなる。もう思いっきり拍手したいですよね。そうさあ、直毛直球さん、さあ僕がね、萌えたんって言ったらひろたん、ゆうたん、頑張れかわいいって言ってくれましたけど、直毛さん、そういうようなキャラじゃないかもしれませんねでもこれからこれで行くのもありかもしれませんよ。じゃあひろたんって呼んでもらえればいいですねさあここでね、ダボれるかっていうのがテラシャプロ大事ですよ。ボールを変えたボールそのまま使いますかね。そ
そのまま行くかな。ワープハイブリッドの方に。うん、そうですね。そのまま行きますね。はい。うわあ、さすが。はい。この辺りがね、やっぱり。ああ、よかったみたいなね。表情されてますけど、でも若干嫉妬だったんだと思うけどね。でも変えたことが正解。うん。自信を持ってね、変えたんでしょうけどね、やっぱり。そして恐ろしいぐらいストライク出してるのがまた姫路プロ。はい。もうね、あの僕も YouTube でよく言うんですけど、はい、アプローチに上がったらね、うん、持っていくのはボールと自信だけだと。もうね、やっぱね、こう後ろから見てると、はい、やっぱまあ普段の投げ方をずっとね、見てる選手ばっかりじゃないからあれなんですけど、まあ、振り切ってる選手とこうスイングがちっちゃくなっちゃう選手って、はい、やっぱね、振り切って結果ね、みんな分かってるんですよ。振り同じ失敗しても、はい、例えば外が、ね、抜けるコンディションだとしても、うん、ビビってあ外抜けちゃったよりも、はい、ビャンって投げて抜けた方が、うんうん、次合わせれるんですよね、うんうん、そうですね。だからもうね、ビビった失敗よりやりきった失敗した方がいい。さあ若田プロは、はい、これどうですかね。あ、4番惜しい。さあ萌えたんはですね、ここがあのミスだけはしないようにしっかりいきました。はい、 OK ですね。はい、さあ姫路プロ18番レーンに姿が今から見えると思いますけども、フォーススペアダボの後の8フレ。さあそして18番は姫路プロですよ。振り切ってるもん。おー、爪でも俺行ったやろみたいなね。ねえ、まあまあ女性なんでそういう表現はないとは思うんですけど、いやそれぐらいの気持ちで投げていらっしゃるでしょうね。江藤敦史さんから手前でやると先の具合出ない。そうですね。なので寺下プロも多分、まあ、ちょっとボール名ちょっとまだ忘れちゃったけど、はい、あの曇ったボールから光ったボールに変えてるんですよね。そうですね。だから多分ソリッドからハイブリッドに変えたのかな。で一応ね、そのボールは、プリズムハイブリッドツアーからプリズムワープハイブリッドへ。だから同じハイブリッドなんですけど、曇ってるか光ってるかなんだ、ね、そうですね。最後週の表面加工、ポリシュ、なるほどなるほど、ボールを変えたワープの方がまあ、ポリッシュかかってるので手前の行き足が出てる。行き足と先のちょっとしたリアクションの出方がいいですもんね。参考になるわ。でも僕投げとったら自分分かんなかったと思う。まあ実際分かってなかったからね。水曜日投げてもね、カバーを逆に上げて余計曲がんなくてみたいな。でもこれでも絶対、まあ、また男子のトーナメントでこれだとまたアジャストは違うよね、うん、まあ、まあ出来上がり方もねもちろん変わっていますし、男子はもっとやっぱりインサイドからスタートしていくので結構バッ、多分外戻るようになるんじゃないかな。外曲がる、多分曲がりそうな気がする。男子が投げると、まあ、うちのオイルを使えばね、そう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 、いきますので。さあモエタンも、ね、はい、モエタンもスペアですね。ここもう、もうミスせずこのまま行くだけでもね全然違いますからね。さあ、中谷優子プロ、吉田麻衣プロのセットが、ね、今15番レーンで見えてきたんですけども、はい、大高田とも吉田プロが今これダブルターキーとワンミスで210ペースで、中谷プロがワンノーミスのフォースで7フレーまで来てますね。切磋琢磨じゃないけど、ね、もういつも仲良しの。さあここで斉藤忍プロがちょっと内だったけどどうやろう、収まる。素晴らしい、ナイスボール。かっこいい、もうめっちゃかっこいい、もうナイスターキー。もう僕これでちょっと動画撮ってていいですかね、ダメかな。何言ってんだよ。すいません。いや何言ってんだって、多分ってこれね、斉藤忍プロのこういうことだから、中谷プロから来たら本当に撮りそうだから、その時は僕、まあ、携帯押さえますね。はい、すいません、仕事をしなさいじゃないですか。はい。さあリボンママさん、忍プロノーミス素晴らしい、自分の母と同じ年代で現役の忍プロ、そうですね、かっこいいですよね。やっぱりね、70歳を超えてもこのしっかりと一戦で投球できるというのはトレーニングを、そうですね、もね目の前で待ってる時も自分の体の軸といいますかね、うん、整えたりっていうのをされてますし、ちょっと映像にはね映ってなくて、そうですね、あ打ちミスった、ラッキ ー、ほらほら帰ってくる、あの帰り方、あの帰り方ですね、ラッキーカムバックね。あ今のでもね、今のでかいよ。本当に大きいですね今のラッキーは。まあでかい、うん、もうなんかさ、やっぱ女子の人って結構ほらコントロール重視の方が多いから、そうですね、もう僕らが真逆だから。もうな、もう裏なんだ、とりあえず10本倒れて、大事なところ10本倒れて、わあもう、まあ、裏行っても僕ストライク出たらガッツポーズしますから、ね、うん、だって10本倒す競技ですから。そうです、はい、さあ斉藤プロ4つ目、さあこれ来ると大きいよ。
惜しい。でもセブンティーにならなくてよかったですね、今見ましたから、よかったです。ちょっとリリースがミスっちゃったね、ちょっと気に入らない感じなんですね、うんうん、さあ姫路クロア振り切りますよ。いやーすごいな、フォース、スペア、フォース、恐ろしい。でも17、あー逆にこれぐらいにちょっと遅くなりつつあって、うんうんうん、遅くなるだけ全体的にこう薄くなってて手前とかじゃないから、はい、投げやすくなってるのかな。そうです、ね、結局さっき欅プロもそこで27でしょ。そうですね。で今久保田彩香プロもターキーからこれフォース目、フォース目、はい、あいい感じですね。あ完璧ですね。多分ねあれは初代グラスプじゃないのかな。久保田プロってご自身でドリルもされてて非常にレイアウトとか勉強されてるんですよね。へー、もうねボールの知識っていうのはすごく本当詳しいプロになるんですよね。素晴らしい。女子ではなかなか少ないですね。そうですね。あここで斉藤プロがね10番ピンミスっちゃいました。さあここでちょっと大石プロがきつい展開ですね。ターキーこそ出ましたが、やっぱり左のレーン早くね曲がっちゃいましたね。4つオープンが出ちゃいましたからね。さあ寺下プロはこのねさっきの、まあ、さっきのはもう忘れて切り替える、うん、切り替えてフォースをしっかりつなぐこと。そうです。あれ板倉プロはあれはあの新しいフィジックスじゃないの。そうです、フィジックスパワーエリート、パワーエリート、もう長くボーリングをされている方にはパワーエリートという名前はね、そうですよね、思われる方。おお、さすが。はい、寺下プロ来ました。あちょっと表情がちょっと表情が緩んだ感じだ ね、今の薄め倒れてみたいなアクションがね、うん、さあここでマイヤープロもワンオープンね。さあ倉田プロちょっと引っ張ったけどどないやろうか。20だと収まってたかもしれないね。さあ板倉プロ18番ねフィジックスパワーエリート、どうでしょう。うん、まあでもこのゲーム220点まで。そうですね。プラス、はい、プラス、これでボーダー内に上がってきますね。さあ大石プロちょっとこぼした感じあったけど、はい、でもやっぱり20番の方はねの方が素直そうだね。そうですね。はい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 、姫路プロは何のボール投げてますか。ちょっとね調べますね。姫路プロ何持ってんやろうか、ね、中継レーンはねちょっとスプリットが多いですよね。村田和子もパンパンパンと3つ連続でスプリットですもんね。 ABS のスーパーボランチじゃないですかね。ちょっと黒と白、手話ドミネーションかもしくはアッパーカットですよ。真っ黒でした。結構黒っぽかったですよ。黒っぽかったら手話ドミネーションかじゃあアッパーカットですね。スーパーボランチってもうちょっと確かにシルバーが強いですか。あストームなんで、ね、ロゴがストームなんで、あじゃあ手話ドミネーション、手話ドミネーションそういえば姫路プロ大好きっておっしゃってましたね。あそうなんだ、はい、まあ中間のパールなんですけど、コアがそこまで強くなくて、はあはあはあ、はい、バランスがいいボールですね、やっぱり、ね、なるほどね。さあ姫路プロ10フレこれ279までいくともう一気にプラス160まで960点までいきますね。独走態勢に入りますね。あでもうちですよ。ああ、でもあれが4万で収まるもんね。そうですよね。あまあ、大石プロなんとか点フレダブルで、おなんとか、まあ、最低限というか最低限の、ね、178点。さあさあ若田プロも堅実にノーミスを貫いて、ね、今ダブりましたからね、うん、先。さあ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 注目斉藤プロ点フレですよ。ここはねやっぱ200点には乗せていきたいですね。そうですね、うん。そして寺下プロもパンチアウトすれば237までいける。ちょっとどうだろうか。あいいですね。大石プロはこのゲーム178点ですね。4ゲームトータル781点、マイナス19ピン、さあ倉田萌プロ
先ほどのスプリットを引きずらずに、いやでもねこのゲーム内でも変化をしてきてるのかな。そうですね、落ち着けるね、まあ、落ち着いて投げることですよ。さあ久保田彩香プロ17番連で開きましたね。6フレからこれでオールウェイ240ペースまで。あ、さすが、怖い怖い。さあ姫路プロも、250まで行きますね。サイトプロ2つ目欲しい。はい、来ました。素晴らしい、これは拍手させていただきます。かっこよすぎます。はい、おーと姫路プロ258点、プラス141。さあ燃えたんは、はい、ナイスカバーですね。うーん、これで200、ね、まあ、カウントまでの209点。そうですね、9点なので、まあね、ちょっと9フレが多分ね力みから来た打ちミスだったからね。はい、久保田プロも249プラス85点。はい、このまま硬いボールですね。さあサイドプロ最後の1球となります。はい、ちょっとかぶせたけど、うん、そうですね。はい、このゲーム215点ということで、はい、これまだねマイナス37点ってことで全然通過ライン見えますからね。そうですね。さあ照らした、うわー関根さん、関根プロ痛い。悔しいな、今のは気を振れがストライクやったんでね、これがついつい膝に手をついてしまう仕草が出ちゃいましたね。はい、倉田プロもストライクで締めて209点、13点。まあもしかするとボーダーあたりになっちゃうかな。そうですね、まあ、でもまた落ちるってことはないとは思うんだよな。少なからず多少、まあ、同じか上がるかはすると思うんだけども。さあでも照らしたプロもう大事ですよこれはね。できればやっぱパンチアウトして230までいっときたい失礼。あ、でもいいんじゃないですかねこれ。薄いか、いやー強いなあ。さあボールを変えてから全部ストライクですよここがね。素晴らしい、もう次まで来ればですよ。いや関根プロ今のさっきの悔しいですね。3番完璧やったですからね。はい、三浦プロ170ペースでしたけどね、8、9、10フレ1目と3つきました。はい、頑張りました ね。さあ、若田プロも215点ですね。堅実ですね。はい、堅実、素晴らしい。さあ、寺下プロ、ここもね、2投目来ときたいよ。持ってきときたい。おー、どうやろうか。ちょっと今、リリースミスっちゃったね。ちょっと飛んじゃった感じだったね。中谷プロが4フレから10フレ1投目までです。2、4、6、7発来ますね。やっぱね、平岡プロの前に来るまでにはボーダーに入っとかないといけないって、何言われるか分かんないっていう緊張感があったんでしょう。あのよくね言われるんですよ、視聴者の皆さんに。家ではどういう関係な、まあ、立場なんですかって。どんな立場なの。でも意外とね、あの自分で言うのもあれなんですけど、どちらかと言ったら僕の方が結構ギャンギャン言います。優子プロ優しいからね。そうやねーっつってなんか受け入れてくれそうな気がする。そうなんですよ、受け入れてくれてるんですはい、はい、テンフレ2投目も優子プロ来ましたよ。260ですね。さあそしてテラシャプロは226.774、これでだいぶねまたボーダーに近づいて、うん、多分ねあのボールね、まあ、結構僕ね初任大会とかもなんか一緒に投げたりするタイミングちょいちょいここ最近あって、はい、あのボールよく投げてるの見るんだよ。ああそうなんですね。あのボールで変えてバッてきたっていうのは本人も精神的にもね、あこれでいけるんだったら安心できるみたいなものもあるかもしれない。マニアボール停止感覚そこまでは言えないですけどね。もう僕は家に帰ったらペコペコですよなんですか。そうですよ、もう子供とイチャイチャ、奥さんにはペコペコでね、いや子供ね可愛いですよね。うちも2歳の娘がいますんでね、もううちの子もでかすぎてね。そうなんですね、でかい、今年1年生なんですけどね、はい、もうなんか学年でも頭1個抜けてるぐらいで、ね、でもいいですね、でかい、割と亭主関白気味だという噂が。あららら、
キミドレさん割とっていうね亭主関白ではないではないね、はい、いやでもそんな亭主関白なんて折れませんよ僕ヨガプロ相手に。さすがにカメラの前ではこういうことばっかりね。そうそうそうなんです、ね、はい、後で配信見て怒られる結局怒られるんですさあ、これが4ゲーム目がもうちょっとそろ終わりつつあると。でもですね、気づけば前半戦のもう次はもうラストゲームということで。そうですね、ずっと喋りっぱなし、皆さんごめんね、コメントもあんまり拾えず、すいません、もうこんな喋れないと思って、こんな喋れないと思ってたけど、ずっと喋ってますね、僕。そうですね、僕もやっぱり選手のね、投球とか熱い思いとかもね、そうですね、うん、なんかすごい浴びてますよね、僕たちね。すごい、ね、中谷プロ269だったよ。やりましたね、ちょっと美味しいご飯が食べれるように頑張っていただこうかなとさあこうなるとね、ちょっとやっぱまあ姫路プロ、そして久保田プロ、寺下プロ、うん、そして中谷プロも入ってきますし、そうですね、このゲーム結構黄色い文字がでもなんだかんだやっぱ見えますね、特に右側の方は。そうですね、まあこうなるとやっぱここは下がらないじゃないかな。そうですね、でも10ピンほど上がりそうなのかな、15点。あ、でもあそこ14番でも大久保さくらプロが237なんですけど、まだマイナスそうですねとかなんで、まあマイナスのプロがね、プラス打つかプラス打てるプロがまた重ねるかでも、ね、そうですね、ボーダーは変わってくるので。さあ、着物でボーリングチャンネル、喋らないホンダピーはホンダピーじゃない、よし、もうちょっと喋ります。ちょっと最終ゲームはね、激しく喋ると思うんで、ちょっと、この間にちょっと休憩行って お手洗いに行かせていただいて、はい、そうですね、5ゲーム目の、ね、力を蓄えたいと思います。そうですね、はい、ちょっと失礼します、ね、失礼します。
勝が上位となっています。準決勝進出は2月の32位は岩見綾乃817、現在の33位は内藤真由美816、以上が予選4ゲームを終了しての中間成績です。いや、ただいま戻ってまいりました。はい、お待たせいたしました。ただいまですね、4ゲーム終了時点の中間成績が、出ましたので、ご案内をさせていただきます。4ゲーム終了時点の中間成績、第1位が姫路うららプロ、941プラス141、第2位が坂本かやプロ922、第3位が桑藤プロ917、第4位が下出プロ886、第5位が浅田里奈プロの885、そして、準決勝進出ラインの第32位が岩見綾乃プロ、のいちゃんですね、817点ということで、先ほど12点アップですかね、さっきが6点なんで、11点か、はい、11点アップですね。で、次点の、33位が内藤真由美プロ、816点というところになっております。ね、ちょっと上がったり下がったりが、ね、ありますけど、そうですね。さあ、しかし、まあ、ここで900点を打ってるところは、まあ進出、まあ下手をしなこかなければというところですね。まあ、100点余裕があるとね、やっぱりもう上を上をってね、そうですね、行きたいところですね。まあ、ここで、まあ久保田プロも6位、安藤プロがちょっと190点、まあでも190点で抑えてるんで8位で、中谷プロが11位まで上がってきましたよ。ちょうど260が効きましたね。で、このゲーム中継レーンに、ね、来ましたので、そうですね。で、九州川口プロが13位、そして高田プロが14位、欅プロが、150の後213で踏ん張って15位、本橋プロは現在17位、839ピンですね、はい。で、大根谷プロが第20位、そして佐藤正美プロが、苦しんでましたが、ここ210点頑張りました、22位、そして、クワタカップ覇者中野真理子プロが200点ということで23位、そして松永プロが、まだちょっとくすぶってるというかね、25位、828点ですね。そして宇山プロが188で予選ボーダーから下がってきまして、今ちょうど同じ球種の進むプロはどうかなと。進むプロはね、ちょっと今ね、目の前じゃないか、15番レーン、15番、16番ですね、見えますね、はい、714点、苦しいな、苦しい。まあね、今年来年にかける思いは私もちょっとね、こう、まあ、プライベートではないですけど、まあ、結構一緒にお仕事する機会もありまして、結構お話もさせていただくんですけど、まあ、トーナメントに対するこう気持ちの入れ方っていうのね、今年からもガラッと変えまして、はい、うんうん、まあ、昨年まではね、私と同じように ABS 様の用品契約なんですけども、そこも、はい、段、外れられてフリーで、と、ね、いう形にされました。さあ、そしてね、本日ね、今現在の視聴者数が1533名、さあ、まあ、平日にしてね、この人数ありがとうございます。もう間違いなくこの視聴者数の数でいうと、はい、ボーリング場に入れない数なので、間違いなく間違いなく、はい、そうですね。そういう意味ではこういうね、映像を通して皆さんと1500人の方とつながれているというのは、ね、ですね、嬉しいですね。平日ですので、ちょっと皆さんに一つお願いがあるのがですね、うん、明日が土曜日ですので、はい、明日からは、準決勝、決勝と、うん、はい、なりますので、ぜひとも、このランクシーカーさんのライブ放送をね、ちょっと、SNS でシェアしていただいて、はい、たくさんの方に視聴できる機会をね、増やせればと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さあ、そして、案内させていただきましょうか。目の前のメインカメラのボックスに入られるメンバーですね、はい。さあ、19番目、20番目からご紹介させていただきましょう。さあ、19番目、20番目、吉田真由美プロ、そして中谷プロ、加藤八千代プロ、松下プロ、小池小松プロ、はい、そして21番22番がマイヤプロ、久保田プロ、板倉プロ、姫路プロ、関根プロということで、やっぱここで注目すべきは中谷プロ。ああ、ね、さっきからね、ちょっと旦那様ってね、コメントが、ね、あったんですけどね、ね、やっとこの中継で来てくれましたね。そうですね。
さあそして、メインカメラの前には姫路プロ久保田プロも来られました、ね、現在3ゲーム終わった4ゲーム終わって1位の姫路プロと6位の久保田プロ11位の中谷プロ上位がね3人そうですねいますんでねさあしかしねまあ板倉プロが、うん、まあ結構ねストライク続くイメージがあるんですよでも点数的に19点なんですよね確かにでも今ねこれターキースタートでボールはねあのフィジックスパワーエリートそうですねだからまあゲーム途中で変化を感じちゃってるのか、うん、ちょっとやっぱ自分の状態が、はい、まあ思ったようにいかない場面がちょっとまだ多々あるのかという感じうはいワインプロ危なかったさあ、板倉プロ、4つ目さあ、4つ目ですね、来ますかねまあ、これ最終ゲームなんで、まあ、前半のねなので、ちょっと皆さん気持ちもちょっと一瞬入るゲームになるかなというところですよねああ、いいですねはい、来ましたねもうね、もう板倉プロというと僕の夢でもう知識量がすごいそうですねゴールドでしたっけゴールド、はい、お待ちですですね、はい、USBC、あもうアメリカのね、はい、もうボーリングの大学と言っていいようなところのコーチ資格のゴールドの資格をお持ちなんですよね、うん、なのでハイスポーツの中でアカデミーというのを全国に回ったりしてるんですよねはいはいはい、まあ、その態度スタッフも一緒にやられてたり、まあ、レッスンの方もねされたりしてますねそうですねさあ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 、あ中谷プロは今見た、うん、ちょっと一周動くとこがあるでしょ、はい、ありますあそこなんだよね、はい、で今投げてるボールもワイルドバイトエクストリームっていう、まあ、ちょっともう3年ぐらい2年ぐらい前のボールになるんですけどもこれまたそこまで実は強くないカバーなんですよしかもパールなんですよね、まあ、表面は、ね、パールに見えないんですけど実は違う、うん、そうですねあまり強くないパールなんですけど反応がねやっぱりしてましたね今の19番のらしくない反応ですよねさあそして17番18番連では18番に今東京で近藤あゆみプロがスペアからの打撃793で、まあ、このゲームでボーダーまで上がりたいという気持ちもありますよねこうなるとねさあ姫路プロはこれは3番6番、ね、はい OK ですねまあでもねもうこうなるととりあえずまあやばいと思いますこのゲームしのごうっていう気持ちですよね、うん、そうですねこの5ゲーム目が終わったら休憩がねありますんでねそうですねさあ小松投げたプロターキースタートですねおお素晴らしい今薄めのいいアクション818プラス18なんでボーダー上ですよねそうですね現状31位、まあ、カットラインギリギリ、ね、これちょっと余裕持ってね前半休憩したいと思うんですよ ね, すねこのね32位が通過ラインの時にやっぱ30位から35位ぐらいでうろうろするのが非常にメンタルが疲れる、ね、ちょうど板倉プロもね現状30位、ね、31位の小松プロとお二人ねこのゲームは、うん、だからちょっとお二人ともここちょっと一発踏ん張りたいとそうですねいうその30位台を抜け出したいというところが本音でしょうねはいしかしねやっぱ苦しみ始めるとスタートと一緒の苦しみ方ですね、うん、ラインが変わってもそうです、ね、抜けちゃう刺さっちゃうのまだ未だに28とか4番とか、まだまだよく見ますからねさあ吉野前部のナイスあれ何やろうか、ね、イントゥイションそうですねイントゥイションですよね、はい、初代の方のイントゥイションですね、はい、あれね僕もね気に入ってるんですけどパールなんですけど、はい、動きも緩くて緩いですよねなんかすごく切れそうな、まあ、見た目ですけどそう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 切れそうなんですけど切れないですよねそう収まるんですよだから僕も結構ねやっぱスポーツコンディションとかでも使えるかなと思える、うん、なるほどさあ中谷プロが7スペ9スペ9スペと来てますのでがね、どういうアジャストをされるかというところですがあれボール変えましたね変えましたあマジかシュアドミネーションかなちょっとボールをカバーを上げちゃったみたいですねああなるほどマイアプロいいダブルですねうん
さあそして松下プロが、4ゲームで670でもかなり苦しんでいる状況ですね。はい、本当関根プロってなんで今こんな点数なんだろうと思うぐらいボーリングが綺麗で。そうなんですよね、やっぱりイメージの問題なのかライン取りをちょっと失敗したのか。まあでも点数見るとやっぱ830-40あたりが、まあまあなんかっていう感じのところですよね。確かにそのスタート時にボーダーがまあ100点いかないんじゃないかっていう風な話をしてるんですけど、もっと低そうですねこれは。ですね、4ゲームで17点。結局まあ、こうなると全体的に点数が伸びない時にはやっぱレーンも仕上がってこないんで、はい、そうですね。だからまあやっぱりこの展開でいくと、うん、こう伸びるところが、うん、爆発的に伸びるところがなさそうな感じはありますよね。そうですね、そういう意味ではボーダー少し下の選手もまだまだチャンスありますよ。まあ、ここでボーダーとね70ピンぐらい差があってもね、まだ5ゲームありますからね、全然追い返せますよね。スプリットは多いですよ、まあ、結構ねスプリット多いねみたいなコメントがね結構いただいてるんですけど、スプリット多いよ今回は。おわっ、これは大きい小松プロ。今のはラッキーだけど大きいね。さあ板倉プロはフォース急スピからの6フレーム目、さあどうでしょうかね。うわまあ本人もちょっとね、ほーってなってたね、あれで9番も残られてたらちょっとね落ち込みますよね。いやー8番、うわーきつい。さあ久保田プロが、スプリットターキースプリットからの、6フレーム目、かなりアウトサイドを流れてるんですよね。うわー5本カウント、今のは手前でちょっと食われてる感じだね。さっきよかったのなんでこれダメだ。解説悪い、やっぱ旦那の前だとダメ、はい、旦那のせいですね。今ね、あの谷口会長からね、はい、さっきよく良かったのになんでここ来たらあかんねんやとね、私のせいですね。そういうことですよ、はい。さあそしてですね、ちょっとね、うん、ホンダカメラをそろそろ稼働させたいと思いまして、今度はホンダカメラの方で、ちょっとね、配線の状況、電波の状況でですね、はい、まあ、11番12番から30番連の間ということで、はい、まあ、先ほど質問があった山田プロ、ちょっとボーリング仲間のね、山田プロ、岸田プロ、遥プロ、沢田プロが11、12いますんで、はい、そして15、16も進むプロ、安藤プロ、おられますし、ちょっとね動いてみましょうかね。わかりました、はい。ホンダカメラが作動いたします。皆さん、ちょっと僕勝手に撮る形になるからね、僕のカメラに追従するうまいコメントをお願いしたいと思います。かしこまりました、よろしくお願いいたします。はい、ではちょっとホンダカメラ稼働していきたいと思います。いってらっしゃい。さあ姫路ゆららプロもようやくこのゲームダブルが出ましたね。さあ18番レーンは近藤あゆみプロ、こちらもねハイスポーツ契約のプロボーラーでございますが、スペアフォースの後の5つ目がいやちょっと厚めに、あでも割れなかったですね、よかったですね。はい、中谷プロもピンカバー良かったです。さあ岸田プロ少し上がってきた、どうでしょう岸田プロは。そうですね、今3ゲーム213、4ゲーム206でねプラスをちょっと重ねて上がってきましたね。ここからですね後半勝負、まずはこの5ゲーム目休憩前のねラストゲームになるので打ち上げてほしいですね。関根さん、そうです。メカテクなどの禁止でフリーハンドで投げてたプロが軒並み上位ですね。まあそのあたりのね影響というのもかなり確かにあるのかもしれないですけどもね。
ホンダカメラがどうですかね、そろそろ起動するかなと思うんですけども、どうでしょうか。ホンダカメラが映ったらね、ちょっとそちらの方も見ていきましょう。さあ、吉田麻由美プロ、スペア3つの後ダブルが出て、これ3つ目がどうでしょう。ああ、いいですね、完璧ですね。やっぱりあのイントゥイション、先ほどね、ホンダプロもおっしゃってましたけども、すごく切れそうなね、見た目してるんですけど、あの先の収まり方を見てるといいですよね。お、ホンダカメラが映りました。ここは11番、12番の方かな。その前に中谷プロ、まだねこのゲームストライクがないんですよね。先ほど269ピンでジャンプアップしたんですけど、ちょっとこのゲーム苦しいですね。さあ、ホンダカメラの方がですね、この今から岸田プロかな、安藤プロの方か、岸田プロの方が次が投球ですかね。サワディ頑張れ、ね、やっぱりボーリング今ね、非常にボーリングファンもね増えてきましてね、アマチュア参戦ができるようになってからね、やっぱりファンの方増えましたね、非常に。岸田プロがね今から投球されますけどね、ちょっと尻上がりなゲームメイクになっているんで、このゲームをなんとかね打ち上げてほしいんですけど、ちょっとスコアの方が岸田プロは、あ、今いいストライク出ましたね。ワンミスダブルの190ペースですかね今岸田プロ。さあ続いて、あ、今15番16番で本間成美プロの方ですね。本間プロもね YouTube を始められてから非常に今ラッキーストライクで笑ってますけど今いい映画撮りましたね。ホンダカメラ、やっぱりホンダカメラの方がいいかもしれないですねこれね、平岡カメラより。さあ大島由香プロ、大島プロもね今853ピン4ゲームでプラス 53.12 につけてますんでね。あ、ホンダカメラついて、この球種の進むヒロミプロの方ですね。いいですね、進むプロ完璧なストライク、ね、応援したいってね言ってましたからね。あ、山口さんスパチャありがとうございます、ね、これでね、姫路プロへターキーボーナス、ね、姫路プロさすがですよね、最初の4フレまでダブルがなくてももう5、6、7フレと気づけばターキー。さあ吉田麻由美プロも今ターキーが出た後フォース目どうでしょうか。ちょっと出ちゃったんですよね2番ピン、やっぱりこの19番で2番ピンを残す選手が非常に多いんですよね。これを皆さんは選手がどういう風に感じているかですよね、そのキャリー手前の少なさによって先の動きが緩くなって2番ピンが残っていると感じているのか、はたまたオイルがあると感じて先まで行き過ぎているっていう風に感じるのか、ここでどっちのボールをチョイスするか、あるいはスピードを上げるのか下げるのか、このね捉え方一つでねどうなるかって点数にねそれが結びついてくるんでね。さあ姫路プロは、いやー天秤が残りましたね。あのね中谷プロがねやっぱりねもう目の前に来るとね
いろんなあの方から前におるやんけとね、いじられるんですけどね。さあ、ホンダカメラがね、今背景を後ろからね、右の方に移動しながら、今レーンの後半30番レーン側、40番レーン側へとカメラを落としております。さあ、中継レーンでは中谷プロ、そろそろね、ストライクを出してほしいんですけどね。そう、旦那様の前でストライクなしってね。いやー、でもね、今割れちゃいましたね。あ、井浦さん、スパチャありがとうございます。ナイスパです。呪いの中継で旦那の呪いとか言われる。そうなんですよ、頼むよって。でもどうなんですかね、投げてる方に、僕が逆の立場やったら確かに意識しちゃうのかな、どうなんやろう。この中継レーンではね、今小松渚プロがね、今いいイメージで掘ってますね。そう、またたこ焼いた。おっとっとっと。まあもうここまで来たらね、もうこのゲームもしょうがないですからね。もう後半に向けてって言ってもまだ休憩が入ってしまうんでね。まあでもイメージだけね、こういう時は悪いイメージだけ持ちすぎないようにだけねしてほしいなと。あー、マイミプロもここでイージーミスが出てしまいましたね。やっぱりね、この5ゲーム当たりになってくるとレーンの変化も非常に出てきますし、それによって逆に幅を感じるプロボもいれば、これがねまた面白いところですね。あ、山本さんありがとうございます。全然疲れてないです、非常に楽しんでます。私もさあ、加藤野中プロ、ようやくダブルがね出ましたね。はい、戻りました。お帰りなさい。ただいまです。すいません、カメラワークがあんまり良くなかったね。いやいや、もうよく見えました。いや、進むプロもね、ちょうどお隣にね、そうですね、ちょっと飲み悩んでましたが、表情明るかったですよ、うん、あ、いいことですね、うん、そこでね、中谷プロがですね、はい、ストライクがないんですよ、まだ。あ、やっと出てくれました。もうこれね、もうストライク出なかったらもう僕何を言われるか、本当にね。いや、多分この時点でも結構言われると思う。すでにもうね、言われますよね。さっきね、堀内彩プロがね、はい、7発ぐらいで7発ぐらい来てたんですよね。あ、本当ですか、頭から、うん、頭から。おさあさあ、前半最終ゲームですよね。え、もう後半に向けて、そうですね、ここでね、休憩がね、約1時間ほどかな入るので、そうですね、まあ、ここもまたですね、1時間、もう少しか、1時間半ぐらい休憩があるので、さあ、後半が15時スタートとのアナウンスがあります。そうですね、やっぱり1時間ぐらいですかね、1時間ほどね、はい、この間にですね、フロア、各ボックスとフロアの消毒と換気を行ってまいります。そうですね、でプロは控室での、食事とかというところになりますが、さあ、寺下プロも伸びきらず、倉田プロも伸びきらず、三里プロがいい感じで、そうですね、三浦プロは今マイナス1点、799点なので、ね、これでボーダーの上に上がって休憩行きたいところですもんね。そうですね。さあ、そして小松プロですよ。あー、でもね、うん、まあ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 、まあ、本人も今あーっていう、ね、顔したんで嫉妬なんでしょうね。まあまあ、でもそんなにね、そんなちゃんとスペア拾っていけば大丈夫だろうというところ。さあ、進むプロが、おい、ここでターキー来たー。ちょっとここでね、ラスト 2,4 ぐらい引ければこれで、そうですね、全然分からんすもんね、59マイナス40ぐらいまで登れるんで、まあまあ、安藤プロもね、もうこれ8,90残り怪我しないようにだけね、うん、行きましょう。お、三浦美里プロも
まあ、ターキー出ましたね。ターキーですよ。大きいですね。来ますよ。はい、休憩はノーメンテですね。はい、はい、リメンテはありません。はい、小松プロナイスカバーですね。はい、 OK です。スパちゃんもいただいてますね。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。ターキーボーナスありがとうございます。さあ、吉田真由美プロラスト9点。吉田プロもね、今742点ということでマイナス58点。できればね、1つか2つ10点でも20点でもプラスをして、ね、作りたいね。後半に行きたいところですけど ね、 はい、あー、いや、合わせましたね。さすがです。前さあ、ここで小松渚プロが、まあ、いわゆるファンデーションフレーム、ね、そうですね、ファンデーションフレーム、ここを持ってきて点フレ一発持ってくるかどうか、ダボれるかどうかですね。240とかまでいくとね、まあ、いい感じじゃないかな、これ。素晴らしい、はい、いいですね。完璧ですね。ストームのオメガクラックス、オメガクラックス、ね、コアはそこまで強くないんですけど、表面は結構強いボールですね。まあ、小松プロスピードがね、あるんで。そうですね。さあ、注目は中谷プロですよ。ここもね、やっぱりちょっと意地でもダブりたいところですね。お願いします。さあ、祈ります。平岡プロが祈るとどうなるのか。どうなるのか。結果はこうなります。あ、でもこれいい感じですよ。いい感じですよ。あー、ちょっと甘いんだな。オメガクラックス思い出すよね。あのボールって基本的に海外で作られるじゃないですか、はい、まあ、なのですだけがね、日本のあれですけど、うん、はい、日本語訳すると面白いんですよね。はい、すみません、ちょっとスパチャたくさんいただきました。ありがとうございます、はい、柴田健一郎さんですね。はい、稲南プロ、清水ガラプロ、サンスクエアのお二人頑張って、ありがとうございます。スクエア、ね、さあ、そして徳尾さん、向かう新幹線で神戸向かう、お待ちしてます。お待ちしております。クリスタルカップのご観戦ですかね。そうですね、ありがとうございます。スパチャありがとうございま す、 います。さあ、ナイスカバーですね。はい、 OK ですね。さあ、これでね、5ゲームの、まあ、5ゲーム終わりの中間成績までですね、ご案内できればなと思いますが、まあ、でもあんまりやっぱりこのゲームも大きな上がり方はしなさそうですね。そうですね。なんならやっぱさっきのゲームが一番大きかったかな。そうですね、もしかしたらこのゲームちょっと下がる可能性もちらほら見る感じでは、なきにしもあらずだな。まあ、10点下がることはないと思うけど、まあ、そうですね、同じぐらいか。さっきのが17点なので、まあ、もしかすると 10点、11、2点から上がっても20点ぐらいまでかもしれないな。そうですね、板倉なじみプロもこのゲーム209点で1028点プラス28点。本人はちょっと悔しいだろうね、フォーススタートの200チョロだと ね、 ね、ちょっとストレス感じちゃう感じの、ね、点数の加藤八郎プロフォースでもう一個来たら200アップまでね、はい、さすがやっぱりベテランのプロボーラーってこの最後のまとめ方といいますかね。そうですね、先ほどね、斉藤志郎プロもそうでしたけども、ね、この辺りがやっぱりさすがだなと。そうですね。さあ、吉田真由美プロちょっとどうやろう、まあ、200点ちょうどですね。そうですね、はい。あ、姫路うららプロはうわ持ってくるんですよね、こういうところはね。ここでもう220確定、はい、ふうですね、ほんと。あ、谷口さん、ありがとうございます。ありがとうございます。スパチャありがとうございます。たくさんのスパチャありがとうございます。お、スタジオ2、広岡さん、渚頑張れと地元より応援してる。小松プロは長崎の出身のはずなので、そうですね、長崎からですかね。そうそう、田中さん、欅さん頑張ってくださいということで。あ、欅さん、ね、渡辺欅プロ、はい、中谷プロ、右のレーン、やっぱり右のレーンね、やっぱりいいですね。うん、そうですね、左が難しかったですね。まあまあ、ここでもう一発、そうですね、もう一発ね、して。すごいね、やっぱりピンアクションが。本人もふーって顔されてましたけど、230確定。
寺下プロも結局でもこのゲーム200あいかなかったんで180点ですよ。186苦しいですね。苦しいけどですよ、うん、まあ、10点としてもまだボーダーまで、まあ、50点60点、うん、まあこの前ね、はい、岡山の商人大会があって、はい、一緒に大会に参加させていただいたんですけど、うん、前半50ピンぐらい勝ってたんですよ、はい、終わってみたら50ピンぐらい負けてましたよ中谷プロダブりました。はい、これでプラス30点ぐらいまで盛り返しましたね。とりあえずね、なんとかなんとか、まあボーダー内で、前半は盛り返せそうですね。姫路浦和プロこのゲーム236点で5ゲーム取ったら1177点、プラス177、はい、これ坂本プロ、クワトプロ次第ですけど、まあ、トップで折り返しが濃厚かなと。そうでしょうね。さあ、そして進むプロが6フレからフィフス来てますね。おー、ちょっと230かけて200、もう一発来て240、うん、ちょっと、前半つなげるかなというところでですね、あのね、ファンが多い三浦美里プロ、はい、このゲーム250いきますね。これわ、24番レーン投球なんですけど、マイナス1点からこれ一気に250点なんで、もう一気にボーダー圏内ですね。そうですね。さあ中谷プロ最後も締めで、はい、はい、パンチアウトで終了175点ということで、ジャスト、1030点プラス30点ですね、うん、まあ、ボーダーないで、まあ、ボーダーないですね、はい、さあ進むプロテンフレ2投目、テンフレ2投目ここ大事ですよ、なるべく持ってきておきたい。わあ惜しい、薄めでね、4番ピン、まあ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 234ということで、まあ4、マイナス52点ぐらいですね、はい、さあ久保田彩香プロはこのゲーム212点プラス90何点になるんだ、プラス97点かな、97点。あ、山口さん、スパチャラクシーカさんへ配信ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそご視聴いただきありがとうございます。そうですね、小松プロは小池プロの姉、お姉さんですよ。小池咲プロと、ね、小池渚プロでしたもんね。そうですね、咲プロのお姉さんはですね、姉妹でね、小池プロ、うん、小松プロがご兄弟で、やっぱもう、うん、もうね、姉妹で言うと坂倉姉妹もいますから ね、 そうですね。坂倉姉妹はどうなんだろうか、ニーナ、お兄ちゃんの、お姉ちゃんの方か、お姉ちゃん、ニーナプロがお姉ちゃんだったっけな、ですかね、間違ってたらごめんなさい、ごめんなさい、ね、が今18位ですね、はい、あ、言ってると、あの小松渚プロ手振れ来ましたね、これ240、もう一個来たら50で、坂倉凛プロが、あ、今52、774点で、この5ゲーム次第、さっきパッてカメラ向こう行った時はえげつないストライク出してましたけどね、あ、小松プロ来ましたね、250、これ一気にプラス60、70点ぐらいまで来ましたね、本人ももうよし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 っていうところでしょうね、お昼ご飯が美味しくなる、美味しくなる、うん、安心して食べれるお昼ご飯、うん、さあ進むプロが234点で終了、安藤プロもこれ、安藤プロも行けばプラス100点までよいっとー、違った、安藤プロじゃなかったね、ちょっとね、遠くなるとね、はい、でもまあ高橋プロも203点。さあ安藤プロがテンフレ2投目の投球、もうすでに220確定で、もう一個来たら230までいきます、ね、そうですね、プラス100点乗りますね、これでね、昨日の、ね、練習もイメージ良さそうでしたもんね、あれ何投げてるんやろうな、赤っぽいのねえ、マーベルストライクか、じゃマーベルマックスアタックとかじゃないかな、でもそう思うと、でもその選手それぞれやっぱりいろんなボール投げてます ね、 そうですね、なんかみんながパール系でもないし、みんながソリッドでもないし、ハイブリッドでもないし、ね、うん、さあ本田プロ平子部の授業楽しかったです、ありがとうございます、 ありがとうございます。あ、ニーナプロが、坂倉ニーナプロがお姉ちゃんだそうですね、お姉ちゃんね、お兄ちゃんって言ってないよ、お姉ちゃん口が回らないだけなんですリンプロが妹さんですね、昨日リンプロの投球動画見た時にすごいね、
リンプロスピードがすごいんですよね、リンプロってね。あの野球のピッチャーでいうと、はい、すごい重い球を投げそうな、まあ、当然ねボールの重さなんて決まってるから重さが変わるわけないんですけども、でもねそれは野球でも一緒ですからね、ボールの重さって一緒ですもんね。そうだからなんか速球というか剛球というかね、うん、まあ、まあまあまあ、さあ最後の投球になりますね。本番並みプロが今から16番で15番でこういう最後の一球緊張するんですよね。ストライク出たらプラス10点で終われます。トータルでプラス10点で終われます。はい、202点、合計プラス9点、9点ですね。ちょうどこの辺りがカットラインのちょっと下ぐらい、うん、33か4か、ね、下手したら32になってるかもしれないね。そうですね。さあこれで5ゲーム目も前半5ゲームが終了となりました。はい、現在ですね、これで前半5ゲーム終了しまして、後半がはい、ということで、現在もちまして、前半5ゲームが終了しました。はい、ここからですね、後半のスタートが、15時となりまして、この1時間の間で館内の、消毒、換気、作業に入ります。そうですね、15時から練習投球スタートですので、まあ、配信の方がその10分、5分、10分後ぐらいになるかと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ前半のですね、5ゲーム終了時の中間成績はランクシーカーの方の、サイトの方でですね、はい、検索していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、まあ後半もね引き続き、私本田と平岡プロの方で、はい、解説を務めさせていただきますので、カメラが最後動いちゃいましたけどね。はい、はい、皆さんぜひね、また後半の方、もう後半は予選終了となってきますの で、 そうです、ね、またまた熱い戦いになってくると思いますので、はい、ぜひ皆さんまた注目してね、そしてこのお昼の間にぜひ皆様ここでねクイーンズオープン見れますよというね、SNS での拡散等もお願いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、では皆さんまた15時、後半の6ゲームスタートからお会いしましょう。お会いしましょう。また後ほど、バイバイ。バイバイ。